はい皆さんこんにちはということで本日ですねガブテック東京競争ミートアップということでイベントを開始させていただきたいと思います皆さんよろしくお願いいたしますはいではですねあの今回あの主催者としてですね4人ですねあの企画運営しておりますのでまずは清水さんから簡単に自己紹介をお願いいたします はい、ええ元東京都デジタルサービス局のええと職員でですね、ええとこの新型コロナウイルスサイトの企画なんかにですね、本当の立ち上げ当初から関わっておりました清水と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では続いて今村さん。はい、今村です。私はコードフォージャパンとしてですね、コビット19の GitHub リポジトリのメンテナーをやっておりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 ええ天神さんお願いします。え、はい、天神正信と申します。え当時はですね、あの清水さんと一緒に対策サイトの立ち上げからここ関わっておりまして、主にあのデータ整備、あのデータ提供側バックエンドの方ですね、こちらの方を中心に担当しておりました。どうぞあの今日はあのいろんな有効な有用な話ができるような気はしていますので、あれ、短時間長丁場ですけど、ぜひよろしくお願いします。 はい、よろしくお願いします。<laughs> はい、最後に私、えっと、陣内と申します。えっと、コードフォージャパンで、副代表理事やっています。ところのサイトでは、エンジニアではないので,です、ね、今、まあ、調整など、いろいろしておりました。どうぞ、よろしくお願いいたします。<laughs> はい、ではですね。えっと、早速ですけれども。今日、なぜ、このようなイベントがあるのかと。いうところで、出資説明、今村さん、お願いしてよろしいでしょうか。はい。 今年の5月末ですね、あのちょうどあのコロナが5類になったということで、あのこのコロナ対策サイトも役割を終えたということで、えー、クローズしたわけですけれども、実に3年間続いたんですよね、はいこれど、ちょっとどう思いますか、天さん <laughs> <laughs> この無茶ぶり、すごいよね。3年間ってあのうん おとついでしょうかねあのカレンダーちょっと数えてみたら1182日ということで、まあ、1182日の戦いの歴史が今ここに詰まってるということで本当に個人的にもね感慨無料。 その一言ですね。あ,あ、そうですね。はい、あの、ええ、結構これエポックな出来事だったかなと思ってるんですけど。<laughs> このムーブメント、これはどう、<laughs> どう思われますか、清水さん <laughs>。<laughs> また、めちゃぶりですけれども。<laughs> そうですね。あの、本当にこれ、あの、今回のテーマとしても、まあ、シビックテックとか官民競争っていうところが大きいと思うんですけども。まあ、やっぱり、こう、当時ね、都庁の中で、こうね。 えー、まさにこうシビックテックの皆さんの力をこうまさに思い知ったなっていうところと都庁の中で、えー、と今日ね他のセッションでも登壇してますがまさに都庁で担当された職員の方も。 話をえっと伺ったりですねあとあ、地方版ですね、東京都以外でもこの対策サイト、すごい立ち上がって、ですね本当に千何日でしたっけ、ずっと戦ってこられたこう仲間たちがいっぱいいるなというところで、ですねこう皆さんへの感謝も込めて、何らかイベントができたらなということで、まずこの4人で何かできればなっていうところから始まっております。はい、はい、ということで、ですね本日、このようなコンテンツでお送りします。 主にですね、3つのコンテンツありますが、まあ、普通だったらですね、この1つずつのセッションでイベントを開催するような感じですけれども一挙3時間でですね、お送りしていきたいと思いますのでぜひ最後までお付き合いください。はい で今回です、ね、あの一応 Code for Japan の主催という形を取らせていただきまして PTX へ,ご覧あの、T へですね、チケット入手するときにこちらの Code of Conduct 行動規約のです、ね、同意を取っていただいておりますであの私たちもです、ね、いろんなようなメッセンジャーでやったりとか Zoom <laughs> で打ち合わせしてですね <laughs> あの頑張ってまいりましたけれどもあの参加者の皆さん含めてですねイベントを作っていきたいと思いますので、まあ、最後までですね気持ちよくあのイベントを楽しんでいければというふうふに思っております。 はい、でプライバシーポリシーにもです、ね、同意していただいておりますのでちょっと映したくない場合など位置のご調整などしていただければと思います、はいで。会場の方向けにこちら注意事項を記載しておりますけれども特にです、ね、このエリアは水しか飲めないということになりますのでその点、ご注意いただくようお願いいたします。はい とということで、まあ、簡単にですね、オープニングを終わらせていただきまして早速ですけれどもセッション1で数字で振り返る対策サイトというセッションに進んでいきたいと思いますのでで,はですね、ちょっとまずは登壇者の方がですねあの、座席に座っていただきましてですね、セッション1早速始めていきたいと思います。はい。 でではですねあの今回、この,あの私、モデレーター人陣内が務めさせていただきますけれども4人の登壇者の方に出ていただいております。えっと、先ほどですね自己紹介していただいている方もいらっしゃいますのでまずは関さんからお願いいたします。 はい皆さんよろしくお願いします Code for j a p の関です、えー、このサイトに関してはまさに初期の頃からですねいろいろと関わらせていただきましたまあ途中からはですね今村さんですね <laughs> だいぶお願いしたわけですけれども <laughs> はい、特に当初の話なんかはいろいろとできるんじゃないかなと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますではですね続いて日田さんお願いいたしますはいよろしくお願いしますで、東京都職員の政策協力というところにいます日田と言います え対策サイトの 管理のまあ東京都側の中の人としてちょうど3年え仕事をさせてもらいましてただ最初の1か月と最後の2か月いないという,う非常に見えきらない経歴ではあるんですけどもあの一応、東京都側としてあの参加をさせていただきますよろししくお願いいいますすやですねこの新田さん私はもう本当専戦友だと思っているので3年間、関さんから引き継いで3年間。毎 <laughs> 毎日日か で今日初めてリアルでいや今日ね会場でなんか「始めまして」知ってるんだけど「初めまして」がすごく多かったのが特徴ですよね今回、はい、特にですねまあこのメンバーって結構取材とかいろいろ今まであの受けて数えきれないぐらい東京都コロナサイトで受けてきたと思うんですけれども今回ですね結構今まで取材でも出したことがないような 話が出てくるかなと思っておりますということで、ファーストバッターはです、ね、早速、新田さんにこんな図を対策サイトの数字で、まあ、一番のコンテンツといえば新規陽性者数ということで、その推移ですね、これはオープンデータから拾ってきて、x c l で表にしただけのものですけれども、えーとまあ、一般的にこの陽性者数は第8波まであったと言われていて、えー、波が。 八つあるというグラフの形になっています。で、まあ見ていただけばわかるんですけど、最初の第一波、第二波、第三波あたりだが<お>見えないぐらいなこのデ <laughs> ータと見えないですよね。もう最後、2022年以降の数がもう膨大すぎてですね、もうものすごいことになっているとで、まあ一つわかるのはあまって次のスライドをってもらっているとですね、まあ最大値とあとこの陽性者の サイト始まった時と終わった時どうだったかというとですね最大値は4万超える陽性者数あって。 実は、このサイト、まず、三日の夜開設ということなんですけど、三3月、二千二十年、三月、三日の陽性者数、一人なんですね <laughs> で。最後、閉じる時には、十三百三十一という数字で、五月八日をもって、このサイトの更新を終わっているという形になってます。なので、この一人とかですね、二人とかいう時代に作った。このサイトというのが、最終的に一日四万出てしまうという。状況の変化というのが、非常にこの。 特徴的なサイトだったなというふうにはまあ一つ思います。で次行っていただくとこちらアクセス数になります。アクセスもやはり波があるのがお分かりになると思いますけれどもこれ逆に頭の方が大きくてだん,だん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 減っていくということがよく見て取れます。でこれも先ほどと同じようにトピックをつけるとですね次のスライドですが。 えー、開設したまあ翌日ですね、3月4日のアクセスが8万6千でゴールデンウィーク明けぐらいに56万までバーンと上がってる <laughs> 56万ってやばいです、ね、<laughs> す,ご<い>すごいね、も何お化けサイトですね、うん、でそこからやはりいくつか波がありつつ、ただまあ最後まで1日1万5千のユーザーの方に来ていただいていたというところで、なかなか行政のサイトとしてはですねあの、すごい部類だなというふうに思います。でこれをさっきのグラフとと重ね合わせると まあやはりですねまあ波というのがまあ,ある程度揃うというのがまず一つ分かると思うんですけれども波が。 アクセスの方がちょっと早いんですね、うん、なので感染者数増加してきていますというふうにニュースに出てきていると皆さんサイトを毎日見てきてうん、うん、あ増えてる増えてる増えてると見いうふうに見ると。うん、すでピークアウトすると、まあ、皆さんちょっと安心してきて見てこなくなると。うん、なのでピークの頃にはもう減り始めてるっていう傾向が見て取れるのと、ね、やはり最,最初ですよね第1波第2波のぐらいの時のアクセス数の方が多いというのがやはり最初の方はこのそもそもの感染症としての まあ、特性というか、なんだかもよく分からない、これはいつまでかかるんだっていう不安の中で、皆さん、このサイトに来ていただいていたのかなというのがよく分かる、まあ、2年、3年経ってくると、まあ、多少皆さん、やはり慣れてきてしまったというか、というところもあり、アクセスが減ってきているのが分かるかなというのが、一つ、この陽性者数とアクセス数のグラフをご用意しております。なので、まあ、一旦このサイトの、まあ、ある意味の歴史の裏付けとして、この数字を用意しております。 はいいありがとうございましたなかなか特にアクセス数というのは外にまで出てなかった数字かなとも思ったので確かにそうですね、こうやってグラフにして、ね、<laughs> 一覧で見るってなかなかないというか、初めてですよ、ね、そうです多分総アクセス数は結構いってたと思うんですけど、うん、グラフで出したことは多分ないと思うので。 出ししちゃいいままた <laughs> <laughs> ありがとうございます、はい、では続いてですけれどもこちら清水さんお願いしてよろしいですか、はい、そうですねあの私が本当に最,最初の方に、はい、主にあの関わってたんですけどもこれが本当にあのリリースした初日の,あのグラフですと。 でさっきッ田さんからもありましたが3日の、えー、と夜にリリースして3日は 1, 1名ですねで4日が4人ということなんですけどまあこれぐらいの数字でしたということですと,で、えー、と検討自体は2月末ぐらいですよね2月中頃からなんでその時は本当に週に12とかそんな時からですね、うん、こう東京都としてはこうしっかりですねコロナのこう皆さんが不安にならないような。 情報発信効果的な情報発信どうすればいいのかなみたいなの,あのこの後もあも話していただきますけど宮坂さん中心にですね考えてくる中あの我々まあデジタルサービス局としてはですねそこをなんか技術でお、えー、手伝いできないかみたいな感じで私としてはかかってたんですけども、まあはい、最初こんな状況でしたというところですね。これはあの最初立ち上げの時関さんが中心になってという形だった、はい、んですけども、はい、なんでこういうようなサイトになったんですかね。え あの結構当初、えー、オーダーというかそのリクワイアメントとしてあったのがそのまず数値を中心にその事実情報をしっかり伝えるみたいな、えー、ところがあったんですよね。でえー、と宮坂さんのうで、えーまあ、とにかくこうその PDF ダウンロードとか多いじゃないですか行政のイト。で、あとは、まあ、こうグラフでパキってすぐ見れないみたいなそのなかなかこう見たい情報すぐたどり着かないみたいなところが、えー、あったのでまずそういう,こう数値中心にしようというところでもういきなりグラフが見れるっていうところがまず最初の方で決まりましたとで、えー、次にやっぱデザインですよね、えー、当時ですね皆さんもこう記憶にあるんじゃないかなと思いますけどその感染症のその 患者の、えー、状況を、えー、示す、えー、サイトって黒バッグでなんか赤文字でみたいな黄色文字とか, <laughs> か危機感を煽るというか <laughs> <で>す,すごく怖い感じ。 で恐怖感、まさに危機感あるようなサイトが多かったと思うんですけれども、まあ、そ,そういうのじゃなくちゃんとこう安心感とかですね、えー、そういったものが伝わるものにしたいということでその緑ベースのデザインになっていてということであとまあグラフとかもその最初はこれ4つからスタートしてるんですけどあとでどんどん,どん,どんこう変わっていくだろうとその見せたい情報もどんどん変わっていくだろうということでそのカード型のどんどん増やしたりすることができるサイトというのになりました。 あの宇野さんというあのデザイナーの方がですね、えー、すごいこう考えていただいて、えー、生まれたという形ですね。はい、ありがとうございますそれであとはオープンデータ、オープンソースみたいなところが特徴だと思うんですけども、なんかこうなった経緯とか理由みたいなところ、清水さんから。あそうですね、はいあのー、やっっぱりまあコロナって もちろん当然ながら東京都だけの問題じゃないというところでですねやっぱ他の自治体でもこの仕組みが活用できるようにということであのはいあの宮坂さん関さんと当初からですねオープンソースにしていこうというところですでにあの検討のほうは GitHub でします。 初期の段階から関さんのとこで進めていただいたんで、まあ、それをうまく活用してですねオープンソースにしていこうというところかなと思ってます。あと、リリースしたこの、えー、と画面上、ですねあの最初のスクリーンショットではまだオープンデータはできてなかったんですけれども、1、2週間後だったかな、えー、データのほうもきれいにしてですねオープンデータとして、えー、と公開していますで。そのフォーマットについてもですね、えー、とあの後で登壇していただきますけれども、島山さんとですね最初からこうちゃんとあの標準フォーマットで、あの他の自治体で 使ってもらえるようにデータフォーマット揃えてもらえるようにということをです、ね、想定してデータフォーマットのほうも考えてきましたということで、はい、あの最初からこう皆様にです、ね、使いやすいようにっていうところはこの後あと、ね、コントリビューターの方からすごいコントリビュートがありましたけれどもそれは関さん、やっぱ狙い通りっていう感じですか。<laughs> あのまあ、オープンソースにするからあでオープンソースにする中でも結構そのただソースコードをオープンするんじゃなくてやっぱりその、まあ、技術者の方、えー、には分かるかもしれないですけどそのイシューとかですねあのプルリクエストっていう本当に参加型の機能を公開をするっていう結構チャレンジングだったんですけどもそれはぜひやって で、えー、進めましたであの結構その「リードミーって言われるんですけどその最初にそのそのソースコード側を見た時にこういう形で、えー、関わってくださいとプルリクエストを送る時はこういうフォーマットで書いてくださいとかですね結構そこら辺まで含めてですねあのしっかりドキュメンテーションをやって公開をしたっていうので、まあ、まさにねあの狙ってはいたということですね。うん 今村さんで関わったタイミングって、いつぐらいだったんですかね。あ、もう結構初期ですけど、まあ、だから、そうですね。零、ゼロ規制がいるとしたら、零点五規制ぐらいの <laughs> <laughs> た。多分それぐらいの <laughs> タイミングそ。その頃の状況、うん、開発の状況とかって、どんな感じだったんですか。あ、いや、もう本当に、うち、うちわっていうか、完全に、もう、うん、はい、あのー。 わきあい,あいと <laughs> うやもそれももう時間再現なく好きなはいだけあの本当にもう純粋なあ,のあれですよねもうエンジニアがあのワ,イワ,イワイワイやってたって感じですよね。<laughs> でしたね。でしたのでしたね。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 でしたんですかね。立ち上がり当初とか特にえでしたね。でし、ま、そね。そもたそねも。でっ 都が持っているものなので都のこう,いうこういうことをやりたいっていうのがまずこう仕様としては最優先ですと。 で,でもその、例えばその多かったあの後でも出てくると思うんですけどアクセシビリティとかですね、まあ、そういうのって使用書に全部書か,書かれきってないですよねなのでそういう,こうあのサイトの改善みたいなところは本当にこういろんなもう外からむしろアイデアがバンバン来るみたいな感じで、まあ、それをこう優先順位は相談しながらですねあのど,こどのリリースで当てはめましょうかみたいな感じでやっていったって感じですよね。そうですねはい 東京都の中ではなんか清水さんこう開発どう進めていくかとか優先順位続けやったみたいなそうですねあのやっぱり一番最初はですね都としてどういう数字が見せたいかというのとあと、まあ、あのプロリクエストもらってもですねあのデータとしてないとかっていうのはやっぱりね多くてですねなかなかやっぱり初期の段階だと出せるってデータは限られていたかなっていうところで、まあ、最初は4つのデータからでしたけどもあの3月4月は多分 二日に一つずつぐらい多分ねグラフが増えていくとか、<laughs> どんどん増えていく、そんな状況でしたよね。見えないです。ぐらいの勢いでどん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 やってたかなっていう感じですね。はい。はいあの三月本当に毎朝関さんがプルリクエストをどんどんマージものすごく五時ぐらいからやってましたよ。ね <laughs> あの時一番ギターハブの草が生えた時期ですね。<laughs> <はい S 2> そうですよ <はい S 2> であの通知だけ来るのであの <laughs> で関さんがあ,あやっとやっと百 百切ったっていう、はい、あれはな、一周が百、ね、切った。一周が百切った。たまってる一周すごかったですね。どんどん溜まっていくので、あ、やっと百切ったっていう、<laughs> <laughs> あの、<laughs> 関さんのはい。 つぶやきを発ではですねちょっとスライドに戻りまして続いてこちらも新田さんこれは,、えー、っとこ,れはあのこれもオープンデータなんですけど新型コロナウイルス陽性患者発表詳細っていうデータがありましてこれはあの全数届でというものを最初にやった時は一人一人にその属性のデータがあったんですよね。 なので CSV として1行1行名前は出てないんですけどこういう人がいて年代はいくつでっていうものがあったものの CSV が最終的に何行になったかというのが314万7981行という数になっていて要は最初1行2行で始まっていたからそういうデータがあったんですけど最終的にはこれが一番まあ苦労した点で僕もあの 知らなかったんですけど、あのエクセルで CSV 開くときって、104万行までしか開けない <laughs> <laughs> <て>限界を突破しまくったわけですねで、これ見ると分かるんですけど、2022年で100万行超えたんですよね。で、そうするとお電話がかかってきまして、エクセルで開けませんと言われて。<laughs> でまあ多分開発者の方々ってあれを Excel で開くことを想定していない <laughs> いやいや、もう CSV としては正しいですからね。そう,そう,そうです、うん、CSV としてはデータが入っていて、うん、ただ単にアプリケーションとして開けないだけなんですけど。 ただまあ逆にこのサイトがすごいのはそのオープンデータをエクセルで毎日開いてそのデータを使って自分たちでちょっとそれを考えてみようっていう人がすごいいっぱいいて、うん、そして開けないとちゃんと電話をかけてきてくれたっていうのが、うんや,ね、やっぱりすごいとところだと思うんですよね。やっぱ、ね、オープンデータの価値を感じますね。に、オープンデータカタログサイトでもかなり上位を、ね、ずっと今見てもランキング上位にあるんで、うん、今でもなんか見てる方とかもいるんじゃないかなとは思ってますね。 すすごいんですけどただ、だからこれどうしたかというとただ CSV として全部ないとデータとして使えない人がいるので全部ある CSV と100万行未満に分けた CSV に分割版というのと一括版というので分けて作ったんですよね。たたださっき見たように1日もう4万件とと、か出てくると あの一回使ったせに百万件、分割してもまたみたいな。いつ百万件いくかわかんないです。誰にも予想できないから、九十万件ぐらいになってくるところ、そろそろやばいかなとか思いながら。 今さんにこれ、そろそろ分割の準備してもらってすま分割してもらったらその瞬間にオープンデータのタタローサイトの担当にすみませんリンク追加ですっていう話をしなきゃいけないっていうのがあってでこれは2022年9月26日に全数届けっていうのが終わってその後は量だけ何人いたっていう数だけの報告になったのでこのデータはそこで役目を終えたんですけどまあ正直言ってまあほっとしたことしましたねあもうこれでこのデータはフィックスしたんだなっていうのはう。 あ,りましたあとは単純にデータ量が重かったっていう最初のアーキテクチャを考えるときにそもそもそんな件数出ると全く思っってなかったですから、ね、最初一人二 <laughs> 人,人,人の世界の中でやっていて、うん、だ途中でそのグラフも、ね、桁が足りないとかいろんなそのそのデータ以外のところでも。最初のあの陽性者のグラフって 五五百を限界にしてたと思うんですよねうん、うん。それがもう一気に多分最初の月でもう二百ぐらいまで行ってみたいな感じで結構いろいろやっぱその辺も苦労してましたよね。<laughs> 今村さんからもありますかそこへデータ量増えたとか <laughs> <苦労 S 2>。あの苦労。結局あのまあ最初なんから本当に一ヶ月ぐらいで終わる。 もそもねそもそね、食い止めるみたいな、<laughs> 食い止められるかみたいな世界でドメインの話をちょっとこうですと言と、<laughs> ストップ COVID-19 だわけですよ、これ。で、やっぱ最初ねこう、この正しい情報を分かりやすくすることで、こうみんなのねこう、皆さんの行動変容というかね、促して止めるぞって思いで出したんですけど、ね緊急事態宣言みたいな、ね、そです、ね、こんなことでしたね。はい、でそれでどどんどんこうはりはり なんて棒がグラフの棒が、ねはい、細くなってきましたね。そう、日田さんが針針ま。ま入ってきましたっけ？針になってますてう。針だった。見えない。<laughs> はい。でそこでもうコントリビューターの皆さんに、ね、本当にもうあのどうやってスクロールさせるか,とか確かにあれ横スクロールーどうやってそのちゃんと見やすくするかっていうのを本当に、ね、本当助けられましたね。 ありがとうございますじゃあ続いての数字ですけれどもこちらもにいたさん <laughs> これ完全に戸川の中の話なんですけど、えっと、データ更新の担当者ということであのサイトは、まあ、裏側を言うとシェアポイントに数字を入力することで表側に反映するという仕組みを実はとってはいましてでデータの種類によって入力の担当が違うんですけど一番大きいのは当時、副首検局も結構局名変わったんですけど副首検局というところのやっぱり感染症関係のデータが多い。 しかも毎日更新ということで担当者約10人ぐらいがもう順番で入力者とチェック担当というのを合わせてですね10人ぐらいで回していてさらに言うと副条件局の中でも、まあ、いわゆる企画の担当がやっていて本当にその感染症をやっている部署じゃない人間が入れていたんですね。というのはもう本当に初期の頃は感染症の担当者がそれどころじゃなかったのでもう本当にもう 局一丸当庁一丸というような状態の中で、えっと、入力の担当者がいたとで政策や局側でいうと,、えっと人流データが途中から、えー、あの表示するようにしていたので、まあ、その関係とあと我々の,あの全体管理者というもので7人あとは、えっと、都庁の入庁管理の、えー、入庁者数のデータを入力する総務局の人が1人。 そういうのが、まあ、ある一時点での人間の数ですけど、まあ、18名ぐらいで、まあ、毎日更新、えー、ゴールデンウィークも年末に、休みないです,、ね、くですから、ね、本当に頭が下がりますよね。なのであの私たちもです、ね、いろいろ東京都さんとやり取りさせていただいたんですけどもこんなにも多くの方があの関わっているのを知らなかったですね。で でですね東京都側の体制がまあこれぐらいということで一方であの立ち上げ位置 Code for Japan はどれぐらいの開発体制だったかというと関さん教えてもらってもそうですね Code for Japan 側は、えー、といわゆるコ,コアというかその最初の立ち上げの,そのソースコードを書いたりデザインをしたりデータフォーマットを作ったりみたいなところは、えーまあ、67名ぐらいだったんですけれども、まあ、コントリビューターの方々がもうあのリリースした 直後ぐらいから、ままだそのあのいわゆるこう正式に github でコントリビューションできます。よっていう前の段階からですね。見つけてきてくの <laughs> すごいですよね。あので、<laughs> ここにソースコードあるぞ。みたいな感じ <laughs> <laughs> で twitter でバーっと盛り上がってですね。で、もうその本当にこう立ち上がって1週間後ぐらいにはですね。あの総勢多分100名ぐらいの方々がコントリビューションしてくれて、それあの翻訳。 のタスクとかもあったんで、えー、翻訳のそ,の、えー、そっちもそのオープンなスプレッドシートでやってたんですけどそこへ,も、うん、そこへの,そのいろんな翻訳を入れてくれた人たちも含めると、えー、多分100人ぐらいで、うんうん、やってましたね。 そ,うですね、でその後こう3月、まあ、3月だけだと思ってたところから4月、あれ続くぞということに <laughs> まなりましてでなおだなんて結構最初はこう立ち上げの勢いだけで Code for Japan としても結構動いてたんですけどもこう持続的な体制を取らなくなるかつあの関さんがその頃接触確認アプリに <laughs>、ね、い能それはそれで一つ、ね、イベントできるぐらいあるんですけど。<laughs> <laughs> のがあり結構そこから今村さん中心そうですね本当に私はあそう三月末でまあ一旦まあ一応まあ区切りということになったんですよねでそれでヒアリングを全員メンバー受けましてで私は その時にもうこのサイトは最後まで私は見届けたいですっていううけたでです、ねはいねはい、で蓋開けてみたら私とインターンの子2人しかみんな去っていったい <laughs> なので結構4月当初はドタバタと新しい体制作ってましたね。 そこから新田さんとの戦い、戦い、戦いさんは4月からいらっしゃる僕はその4月からなので、まあ、だいもうサイトはできていて、なんかグラフをこういうものを足すという話があるとか、まあ、当時でいうと、発熱した時のあの相談フローズの調整とかいうところの途中から入って、はい、あれもね、フローズのデザインも結構ありましたね、うん、いろいろね。 なんか日課さん、こう結構自然に入ってこられまして、なんかあんまりキャッチアップが早すぎて。<laughs> 自然に。<laughs> 大丈夫だっ。優秀なかなかね、浅い<や>アサインされた。よかった。なんかね、いや、僕もなんだかよくわかんないままいて、とりあえず打ち合わせに来てください。<laughs> <laughs> いや、本当に多分4月の 2, 2日か3日か、多分このメンバーの方々と打ち合わせしたんですけど。いや、なん、だ、よくわかんない。これじゃ、誰ですか、<laughs> みたいなところから始まって、そこから3年。ね、そこから3年。ね、そこから3年でしたね。<laughs> ありがとうございます。 で続いてこちらの数字ですけれどもです、ね、一応これも私からですけれども、まあ、先ほどあの関さんからも言いましたけど、まあ、プロデクエストといったものが最終的にいくつだったかというところで、まあ、GitHub 上で多分普通に出すと6000ぐらいのプロリクエでクローズで作業終わってると思うんですけど中であのロボットによるものが結構あるということでそれを差っ引くと一応計算すると GitHub 上計算すると2423になったという結果の数字ですね。 でなのでこれは表の出てる数字ではあるんですけどもなのでこれで言うとまあグラフを増やすというところにもありますしそれこそ本当に細かい表示速度を速めるための、えー、プロリクエストとかアクセシビリティを高めるプロリクエストとか、まあ、非常にいろいろあった。 中のこの全部で2,423が今残ってるということになりますね。すごい数ですよね。あのプレクエストこうまあいろんな方から結構来るじゃないですか。これどのように実際反映するのか、または反映しないのかみたいなのって決めていたんですか。あまず衣装が出しますよね。はい。こうしたいっていうデザインこうしたいとかあとで。 データこう,こういうふうにしたいとかでそれをまあ私が一通り見て、えー、とでちょっとあのなんか管理シートがあったんですねあの新田さんたちとやり取りするはい、はい、それにまあ書いてで,でまあ多分あのその本当異臭を内容そのまま書いても多分あの何ですかねもうちょっと噛み砕かないと。 どの党内で説明しやすいようにするのが大事です。なのでこ,れこのイシューはこういうのがポイントで,でこれはいいと思いますとか、まあ、逆にあのこれは無視していいと思いますというのもありましたし正直。はい、でそういうのを私の方から、まあ、私とあとで,、ね、で登壇される下山さんとかと相談して。 えー、書いてでそれを新田さんなり、うん、そうですね新田さんたちが拾い上げてそうですね,、はい、ですねなので見た目に関わる部分とか多分表に出てくる部分はご相談をいただくことが多,分多くてで本当に裏側の回収とかだと一応話は聞くんですけどあじゃあよくならばそれでお願いしますっていうことではあったで見た目のものであってはサイトの管理の範疇であれば僕らの方で見てあこれは絶対こっちの方が見やすくなる、うん、まあさっき言ったあのグラフの 要はもう針みたいになっっちゃってるのでコントリビューターさんから <laughs> あのスクロールする案が来ましたとかあの上の、えー、スケールも自動調整の案が来ましたみたいになったらこれはもうぜひお願いしますというようなことでお願いをしていたしであとはあのデータそのものの話になってくるとその所管の福祉保健局と調整というところがあったのでそこから先僕からさらに感染症の担当と相談をしながらやるっていうようなやり取りがあった。 この後は結構やっぱり東京都としてもオープンソースの活用みたいなところであれ関さんガイドラインの話ははいあのまあ私がというか、まあ、この後やっぱ東京都側でもこうオープンソースってこういうふうに使えるんだっていうのをあの結構こうあの理解していただいてその後東京都からそのオープンソース化のガイドラインみたいなのが出てましたね私もちょっとこうレビューさせてていいただいて結構あの その例えばライセンスについての考え方とかですね、えー、内,部内部的にどのようにこう、えー、公開まで考えたらいいかとか、えー、そういったものがしっかり書かれているいいドキュメントだなと思っているので皆さんよかったらぜひ <laughs> 今村さんオープンソースこう、まあ、メンテナーの立場でやっててどういう時が難しいんですね困ったなとか逆に嬉しい時とかなんかそういうのありますかあ私すすごごくあのやっぱりテキストコミュニケーションがすごい あのスキルが伸びましてかったですよねうとにかくコメントですよねもう、うん、なるはやでコメントする <laughs> はいでそ,うそうですねあとはあともちろんやっぱりほ結構やっぱり却下はやっぱ多かったのでうん、うんまあ、それはそうですよねの時の説明するコメントっていうのはものすごい気を使っていましたよね。 ね、ギットハブおかみって言われるようになりま,ます。あ<上>、おかみ。セッション中、ツーで、あの、はい、登壇される古川さん。命名を受けました。<laughs> そうですよね。結構数も多いし、あと前、以前からの経緯とかもあったりするんで、なかなかこう難しい。っていうのも特徴ですよね。ありがとうございます。ではですね。 続いてのスライドに行きたいと思いますけれども、こちら今村さん。はい、そうですね。あのオープンソースのやっぱり一つの特徴としてフォークできるっていうのがありますよね。今回もやっぱりえっ、ー、と一つ一つのこのサイトの目,目玉というか特徴として、あの全国に広がるフォークされて全国版ができたっていう特徴だと思っていますと。で、それがこうあのフォークドサイト。 っていうファイルにあの皆さん書き込んでくれるんですねうち,たう,ちのうちの県のサイト立ち上げましたっていうのをこう書いてくれるんですねでそのファイルのコミット履歴を可視化したものですねこのすごく大きな円っていうのはこれはファイルのあじゃあコードのフォーマットあのコードを整形するコミットなので、まあ、ちょっと無視していただいて、まあ、これが全期間なんですね3年間。 ですね、右が期間ってことですか。そうです。<が>あの右が今、はい、今ですね。はい、あの、さ最,最後の期間ですね。なので、左がその、左の本当に集中して、こう、がーッとコミットが。ガーッと、一気にいきます、ね。そうですね。一気にいっ,いっ来てる。ということですよね。で,ねで、途中から、こう、上の方にオレンジと青の、あの、へ。まっすぐな、なのは、あそこは、こう。あの、月一で、その。リンク切れを。 あのチェックする、はい、これあの、うん、C. I. を入れてくれたコントピューターさんがいらっしゃってですね。で、それの、あの履歴です。なので、これはもうリンク切れが発生しているとい、ね。あ閉じてっていい。そうですね。閉じ始めたタイミングがわかるってことですね。はい、そうですね。一年経ったぐらいで、結構閉じ始めて,ってい感じ、ね。そうです、ね、なんで、こう最初の六ヶ月をとりあえず、ちょっと、あの拡大したものを、はい、次お願いします。で、えー、そうですね。この、もう本当に、そう、綺麗な。 あの可視化できたんですが、えー、<laughs> はい、あ綺麗だなと思って、はい、で2020年8月17日の時点でまあ64という数字が、あの発生サイトでですね、これだけの派生サイトあったよっていうのが、ね、すごいですよね。都道府県の数より多いですね。すね、町、ね、村番も生まれましたからね。そうですね。だ途中これあれなんですよ。あの追加だけじゃないんですよね。う,うち立ち上げましたってだけじゃなくて、うん、あの URL 変わら変わりましたとか、あ,はいはい、あとは公認にな なりましたとか公式になりましたっていうのであの修正のコミットも入っているので結構、最初はもうそういうのでもう本当に追加と修正がすごいあのかなり盛り上がったというのが見て取れますね派生サイトも本当にあの公式で認められるようになりましたみたいなものから全くこうリンクさえも貼ってもらえませんみたいなところまで結構いろいろろななかなかそうです自治体によってはみたいろいろありましたよね。はい このこれ地域版の方々とはコミュニケーションとか取られてたりしたんですか。あ、そうですね。やっぱり行動ジャパンの Slack の中でそういうあのチャンネルが情報交換するチャンネルありましたし、あのあとあれですよねサ。サブドメイン、サブドメインのサポートとか、あと。 あのサーバーのサポートもありましたよね。ありました、あのはい、桜インターネットさんがあのサポートしてくれて、このサイトの派生したところには、あのサーバー無料で貸しますよって形で、結構使わせていただきましたね、うん、そうですね、<も>だからそういうので、結構、情報交換っていうのはされてましたね、うん、ありがとうございます。ではでではすすね続いてのスライドなんですけども こちらになります 2>, <laughs> あの2つの数字が並んでおりますけれどもこちらの数字分かる方とか参加者の方で分かる方とか,かいたら手を挙げたら相当会,会場で分かる方は。<あ> <laughs> <laughs> じゃあやっぱりちょっとですね若干やはり<干>あのいらっしゃいますけれども、はい、続いてのスライドで関さんがちょっと載っていますけれども関さんからじゃあこちらをご紹介、はい、いただきますか。いやこれは本当に すごいいろんな学びのあったやつでこれ1172っていうのはイシュー番号なんですねイシューって形でその形で先ほど言ったように GitHub というサイトでその誰でもイシューっていうのを作ることができますとでこの1172というのはそのタイトルにあるようにですねチャートのカラーをアクセシビリティを考慮した色へ変更するというものでしたこれがですねあの今でも皆さんあの普通にオープンになってるんで見れるんでですね見ていただくとめちゃくちゃ長いスレッドになっています で文字通りですね、あのチャートの,そのグラフの,その,その,段その段階ごとにこう色がこう、その色味が違うみたいなデザインだったんですけれども、まあ、それがこうコントラストさがあんまりないから、それをこう改善したいっていう、えー、イシューでした。で、これ自体はとても良いあの提案なんですけれども、すごいこう、あの エクセルで白黒印刷した時みたいなすごいこう模様が全然こう違うようなデザインみたいなものが出てきてそれは。 あのすごくこう確かに色覚、えー、対応性のある方々にはその見えにくいあ見えやすいんだけれどもデザイン上ちょっとあの本当に印刷したエクセルの白黒のものみたいになってしまうので、うん、さすがにそれはちょっとこう印象とか考えると、えー、難しいよねみたいな話が結構いろいろいろんな人がいろんな意見を言っていてこうもう ある意味収集つかないみたいな状態になってたんですけどこれが解決しないとそのリリースができないので左がちょっと文字小さすぎて見えないかもしれないですけどこれ要はあの皆さんいろいろ意見ありがとうとえでもこうあのいそのちょっとした改善のやつがあったのでそ,それでとりあえずこう前よりは良くなったと思うんでとりあえずリリースさせてくださいって言ってその議論をあって。 ななんかシャットダウンするような形で一周を閉じてしまったんでですねで一旦このクローズさせてリリースさせてっていう感じで出したらそれがですねあのとてもとても反感を買いまして <laughs> このサイトそのあのサイトのその大事にすることの中に誰一人取り残されないっていうか書いてあったんで。 そう,いうそういうことしていいのみたいな感じで <laughs> 違うよねうみたいな、まあ、いわゆる炎上ですよね色覚 <laughs>、うんえー、多様性のある人たちをこうあの取り残しているじゃないかと <laughs> そういうことをするのかとこれさっき見た指を下に向けたマークが112個ついてまして <laughs> このダウンボートが102 <laughs> アップボートが2っていうですね <laughs> あのでそれがまた あのツイッターにです、ね、これがこうその、えー、とシェアされてでまたそこから燃えてです、ね、あのコンテキストを理解してない人たちがこれを見ただけでそのさらに煽り立てるみたいな。 感じになってですねあの結構収集つかなくなったっていうのがありましたそれであのあの「ごめんなさい」っていうことを言って誤ったのがこの右側のやつのだいぶ長くなりましたね。はい、だいぶ長くなってこれもう本当にこうあの一晩ぐらいずっと考えてですね <laughs> 書いたわけですけれども「あのまあ、ご意見ありがとうございます」と「であの返事遅くなってごめんね」みたいな感じのことを言っていてそのなんであんな乱暴な閉じ方に至たったかみたいなことを説明させてもらって、まあ、理想 限られてる中であのそのリリースの,そのバックログがいっぱいたまってたからとりあえず出したかったんだよと。でえーまあ、とはいえまず一番良くなかったのは、えーまあ、その議論の機会を閉じたことだと。 なので新しく一周、えー、立ってるのがあるからそちらで続けさせてくださいと、えー、いろんなことに気づかせてくれてありがとうございましたみたいなことを書いているのが右でしたね。でこれあのおかげさまで121の,のこう「いいね」がつきまして「か <laughs> かったよかったたハートも60」についてであのこの我々メンバーもですねあのすごいやっぱこう大切なことをじゃあ議論自体の。 を閉じるとか、そのやっぱと、僕らが、共に考え、共に作ると言いながら。できてなかったねみたいな、ことを気づかされたっていう、まあ、あの、それ、それ以降ね、結構逆に。建設的な意見。そうですね。だから、これ三月なんですね。三月、三月、三月のことなんですね。三月,月なんです,、ね、<laughs> んすよ。いだに鮮明な。記憶とともに。蘇るって感じですけど、<laughs> で,もで、ね、本当にこの。だからこの時、本当に関さん、に、うん、あの、この、この一周についてお。 お願いいしていたので本当にここからですよね、ここからこの先、こういうやり方でやる,や,やるといいんだっていう、そういうマネジメント的な、あのオープンソースのマネジメント的なこと本当に最初、礎作ったのは関さんだし、本当に学びましたね、私も。うん、これはね、あの本当、これがきっかけで、結構、アクセシビリティの専門家が逆にね、あの手伝ってくれるようになって、えー、すごい改善しましたもんね。 はね、この頃あの私たちは、まあ、スラックでもコミュニケーション取ってましたけどソーシャルハックでまっあ明日もありますけどイベントをコロナサイト向けに <laughs> やって朝から本当夜まで開発するっていうそれもなんかチームがもうその中で分かれてアクセシビリティ対応の人なんとかな人みたいなやっててずっと開発してましたよね、皆さんね。そうですね ということでそれ延炎上してるとき東京都さんの中では議論とかあったんですかあのいわゆるあの住宅者が炎上してるぞみたいな状況ですねまだ3月だったんではいまさにはい私が GitHub ずっと見てたときなんですけどやっぱりこれどう,どう進んだろうなっていうのはあってですねあの当然、ご提案者の方の言ってることもまあ理解はできるんですけどもやっぱり当然、他の機能改善とかある中松木さんがおっしゃられたようにま,あまずやっぱりねリリースしないことにはっていう中で。 はいっていうのがあったんですけど、あの本当にまあこのまさにこう議論っていうかねの大事さというのと、あとこう GitHub でこういうことができるできるし、こうやることでいい方向に進むんだっていうのをですね、こうまさにこの一周でこう感じられたなというのは、はいあの自分としても大変勉強に、はい。

あったですよね。ここまではないですね。そうです。まあ、あの、まあ、その。一週単位ですごいこだわってる方がいらっしゃるみたいな二三件あったかなと思うんですけど、はい、個人の方。そ,その人がっていうことなんですけど。このいろんな方から、わーってきたっていうのは四月以降はあまりなかったかなとは思います、ね。こ、うん、れはやっぱりあれがおかしいですね。データがちゃんと更新されない、うん。ああ、<件>は,いは,いはいはい。やっぱり事件というか。あの、やっぱり最初の一ヶ月、本当にこう。 一か月で終わるもんだと思っていたので <laughs>、その設計がね、やっぱりあのー、そういう設計だったのが、このどんどん増えてデータが量が増えていくときに、やっぱりちょっと厳しくなってきたっていうときに、やっぱりデータ更新のミス多かったですね。ありがとうございます。 でではですねあの、まあ、最後にという形になりますけれども、まあ、あの数字で振り返るというところですけれども、まあ、振り返ってみてこう個人として、まあ、組織としてでもいいですけれども、まあ、なんか今回のコロナサイトでどんな学びがあったのかみたいなのをですね一言ずつ皆さんに終わって終わりにしていきたいと思いますじゃあまず清水さんからお願いしてよろしいでしょうかそうですねなんか本当にい,いろいろあったなっていうのを改めて <laughs> 数字を見て、はい、思い出しながらなんですけども本当にあのねさ 最初のグラフにあったように第一波って最大でも200とかだったんですよね。っていう中であれだけのこうアクセス数でっていうと,ところで、まあはい、やっぱ立ち上げ当初もいろいろあって大変だったなっていうのを振り返ってあるんですけどあれ以降ずっとこう3年間やってきた新田さんお疲れ様でしたっていうのが僕の中で,で、はい、これを見てありがとうございます。では関さん、はい、ありがととうございます、まあ、私はずっとそのオーープンソース とオープンガバメントみたいなのをもうずっとやってきたわけですけど、まあ、それある意味こう一つ形にできたものなんですけど。 やってみたらやっぱ本当に大変だなと思いますねこれ。思います。特にやっぱ行政側のですねやっぱあの今までにないようなやっぱこうオープンな中でコミュニケーションをするということのプレッシャーとかあとそれに対してやっぱデータを毎日更新続し続けるためにあれだけの人がかかっているみたいなところ。で,でもこう外から見えない いろいろ言いたくなるんだけれども中身が見えるからこそなんていうかこうよりこう建設的なやり取りができるっていう方向の,あの良さもあったなと思いましたなんかもっとこういう,こうプロセスをですね分かるような人たちが増えるとすごいこういろんなシステムの改善みたいなのもよくなっていくんじゃないかなって思っています。ありがとうございいますじゃあ今村さん、はい、本当に学びが多い あのこのリリポジトリだったんですけど、そうですね、いろんな技術本当に私あ,のあまり開発効率化的なツールとかあんまり知らなかったのをいっぱい教えてもらってコントリビューターの皆さんがこういうの入れたらいいとかいうあの結構いっぱい来たのであこそのツール知らないなとか思いながら調べながらねあのこれ入れた方がいいかもっていうので。あのー 本当に常に常毎日考えながらやってものすごく勉強になったっていうのもありますしやあとデータっていうもの自体に意識したのも初めてでしたしあの本当にであとやっぱり新田さんが本当もあのすごくあの何ですかねあのすごく やる気って言って言ですけど、<laughs> あのだだあのすごく積極的にこのちゃんと見守っててくれたのであのすごくすご,すごいことだなと思いましたね。であとはそうですねすごく一つちょっと引っかかる引っかかるとこいうかちょっと残念だなと思うのはやっぱりこのギッ ハブの一周プルリクに東京都の方はほぼほぼコメントされてないんですよね。確<か>に <laughs> 見てはくれてたわけだからもう,もう一息ね,コメントででねもうそこはお願いしますと <laughs> あなたが書いてくださいと。<laughs> GitHub アカウント作るのにも一苦労ない, <laughs> <laughs> いやもうだいぶ、はい、そこはそうですねちょっと、うん、一つちょっと心残りだなっていう。 とこですあとは、ね、今日なんか他の方からも声聞こえましたけど結構、人生が変わったのは今村さんも <laughs> このサイトやってて、ね、今は全く違う感じですよね、これやってた立ち上げんま。 まさかね、あの最初の,あの肩書きで元コードジャパンの理事だっ,ったんですがあれコロナやってからですからねコロナやって半年後にあの理事でお願いしますと言われてるんで転、はい、<laughs> 職もしましたし人生変わりりまましたね。ありがとうございす。じゃあ最後に新田さん、お願いします。 ちょっと諸事情あってあまり表には出なかったあの結構あのねあの多分かんあの運営中もいくつかこういうイベントのお声がけさせてもらったと思うんですけど、まあ、今回終わった後なので私ちょっと出ようかなというところで皆さんにはちょっとご挨拶ということで出てきた次第でございますすいませんいろいろあの今村 <laughs> さんにはもうか代わりにすみませんお願いですからこうやって言って断ってくださいって何度お願いしたかというのがあって非常にありがたいあ,のありがたいし申し訳なかったと思ってますありりがととううございますでこのサイトで言うとやっぱり そうですねこの、まあ、当然なんですけどオープンソース、まあ、GitHub も僕は全然使ったことがなかったしオープンソースでものを作るっていうのは全然経験がなかったんですけどやっぱ衝撃的っていうのがこの1周が立つし、まあ、僕らとしても問題意識があってこれってこう変えたいなっていうのはあるんですけど解決策が見えない時って当然発注側がないわけがあるんですよね。うん、っていった時に、まあ、例えばこのグラフが携帯で見ると右見切れちゃいますってなった時にでもこのデータ数だとしょうがないよねってなってでもまあ一旦1周が立ったら。 すごいもう根本的に違うデザインになって見えるようになりますっていう提案がコントロビューサーが来てうん、うん、おあこう変わるんだっていうのがしかも何回か何回もあったので、うん、そういう意味ではやっぱりすごい経験というかこういうことができるんだなっていうのは行政職員としてもすごい衝撃ではありましたね。なので そう、そうです、ね、非常に学びの多い3年間ではありましたね <laughs>。ちょっとすみません、きれいごとを言って終わりたいと思います。<laughs> <laughs> <laughs> あり言えない話は懇親会。<laughs> <laughs> はい、ありがとうございます。ということで,ですね、セッション1は以上で終わりにしたいと思います。ご登壇の皆様、どうもありがとうございました。ありがとうございました。 はい、ではですね、あのこの後10分の休憩に入りますので、10分後再開ですので、皆さん少々お待ちください。どうもありがとうございました。 はい、ではセッション2ということで外から見た対策サイトについて話をしていきたいと思います。このセッションモデレーターは引き続き席がやらせていただきます。で、このテーマというのはですね、あのまあ、東京都の感染症対策サイト結構外からも話題になりました。で、あのやっぱオープンソースを使ってその行政と一緒にコラボレーションをするという事例があのとても珍しかったというのもありますし、まあ、デザイン的に優れていたので色々とあの評価もいた。 いただいたっていうのもありましたなので今日今回これではですねあのちょっとその中さっきまで中の人たちの話でしたけれどもあの外から見てどうだったかみたいな、えー、話をちょっと掘り下げていきたいなというふうに思っておりますで素敵なゲストをお越しいただいております、えー、まずは自己紹介から行、えー、きましょうか、えー、古川さんから、えー、お願いします古川さんはい、えー、古川と申しますよろしくお願いいたします ちゃんと映ってますね。はい。<laughs> いや時々あのお前映ってないってギャグで言われるんですけど、マサロウと。あのう、えー、今回はジャスタードウィートっていう北海道のえっ、ー、とコミュニティのえっ、ー、と代表として来させていただきました。えー、あ後ほどちょっと話題提供します。よろしくお願いします。はい。では平本さんお願いします。はい、えー。平本です、えー。元政府の新型コロナウイルス感染症対策テックチームって長いんですけれども、<laughs> なんかそんなチームがあったというのをこの前調べてわかったんですけど、それのですね。えー <laughs> 裏方をやってまして、まあちゃんとしたチームあったんですけど、そこであの大体役人が後ろで走り回ってるんですけど、そこでえ走り回る役目でいろいろやってました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で、有山さんです。はい、有山です。接触確認アプリココアのあのオープンソース側でえ GitHub コミュニティと行政等をえまやり取りを助ける。 そういう役割を厚生労働省の技術参予としてやっていました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。<laughs> そしてニッタさん、あのまたまたも登壇 <laughs> 引き続きすみませんお願いします、うん。はい、よろしくお願いします。では、えー、最初にですね、あの実際さん <laughs> 先ほど。<laughs> 先ほど、フォークドサイトっていうのがあるよということであのオープンソースなんで他の自治体の人たちもです、ね、そのソースコードを使って自分たち版のサイトを作れるといったところだったので、まあ、それについてですねちょっとインプットトークということで古川さんからいただきたいと思いいますはい、古川ですすもう出落ちですね、はい、よろししくお願いします。<laughs> えっとちょっと今からいろんな話題提供して、であとその後あの皆さんと一緒にああだったねこうだったねとか外から見てこうだったっていうなります。で私はまあ比較的地域のコミュニティとしてこういうことがあったっていうのをざっとお話しして、でまあそれを元にやれればなと思います。よろしくお願いします。えー、っとあと戻ったはいこっちですね。はいえー、っとまあなんかいろいろやってますっていうところですね。であのさっき出てきたギットハブオカミの命名者とかですね。<laughs> あの下山さんに北海道マラソンで負けたヘタレとかこの辺で。<laughs> 後でこのあと出てくると思いますね。はいあのあでおいヘタレっていう。 っは喜びまますよろししくお願いします、はいジャスト・ドゥ・イットって何かって、まあ、僕たちがもうあのこのサイトを報告した時点で名前つ付けたコミュニティの名前ではあるんですけれどちょっとご紹介すると北海道版の、えっと、東京とコロナの、えっと、まとめサイトの、えっと、作ってたチームの名前ですで、えっと、東京のローンチカ4日後にあの爆速ローンチをさせていただきました実際は3日でできたんですけどちょっとみんな落ち着こうって言って4日にしたんです <laughs> <laughs> あ,あ,あるじゃないですか宝くじ当たったらそうですよねあの どどうしようううししよよってやとりあえず明日まで待とうってやつですという、ま、仕組みとしては API の取得で自動でデプロイ、あのデーターデプロイができるようになってたとか、あとほ、まあ、他のコミュニティも同様ですけど行政とか民間とか高専生の方とかいろんな多様な参加者の方がいたっていうのは一つの、えーまあ、ポイントかな、もちろんあの他の地域場の方々もとてもリスペクトにあふれるすごい動きだったと思っています。 でえっと、ちょっと振り返ると2020年3月か5月ぐらいですね東京版を出していただいてオープンソースで出していただいたこともあって各地方版があのもうなんかキのコのようによきよき出ましたっていうふうな事実がありますでここでじゃあどういうことがあったかっていうのをちょっと,、えー、っとコミュニティ目線地域版目線でちょっといくつかお話をしたいと思います でえっと、まず、北海道版フォーク、つまりコピー、OSS 版を、えっと、ありがたく頂戴してきて、えっと、思ったことっていうのをちょっと3つぐらい出します。えー、OSS 公開はやっぱり歴史的なイノベーションだったとっいうこと、これはもう国内にとっても全くすごくいいことだし、海外に向けてもこんなことあったんだよってすごく言えるいいことかなと思ってます。その次、えっと他でも出ると思うんですけど、各地のコミュニティが参加して連携して発信するって、こういう動きはすごく良かったなと思っています。 最後、えー、ネタですね持ちから込め持ちから込めって何やって後で話は出ますけどもう終わりにしようよっていうのはいまだに思ってますはいじゃあ一個一個ちょっと言いますね、えー、OSS の公開は歴史的イノベーションだったっていうのはあの、まあ、さっきもちょっと二つ出てましたけどちょっと僕の手元のデータだともうちょっとあって七十以上ぐらいのサイトが各地で出ましたってなりました、うん、ただこれもしもを考えましょうもしオープンソースじゃなかったら各地で車輪の再再再再再,再発明が 合戦がもう勃発してたんじゃないかと言われます。例えば、仮にですけど、四十七都道府県で、まあ、四、五百万とかしたら、もう二億円レベル。バーンと、それぐらい、あの、税金が消えてたかもしれないというのは、それぐらいの、まあ、もうお金にするの目的はないんですけど。結構な、あの、価値があったと、僕は思っています。あと、あの、ちょっと、これ、私たちもすごく、地域のメディアが、あ、うん、こんなすごいことが起きたんだよ、っていうのを、結構。 新聞とととかか NHK さんんいろんなところなこ取材来てたんですそれは北海道だけじゃなくて他の地域の方もそうだったと思います。今日も神奈川の方とかあの大阪、京都の方もいらっしゃってますけれども、やっぱりその時にいやオープンソースってありましてねとか言わなきゃいけないんですか、それっていうのがやると、あとオープンデータってあてたりましてますますわからないと、コミュニティっていうのがありまして何ですか、それっていうところで全部翻訳しなきゃいけないんだけど、ある意味社会的な教育の価値的なところ、なんかそういう。 えー、なんか機会がうまく回ったんじゃないかなとちょっととそういうい的なこともありました北海道新聞さんなんかすごい特集組んで,んで、ねうん、あそうなんですよねあと NHK さんも,、ね、ここも結構やったりとかあとは、まあ、関さんとかにも他の方にもコメントを出していただいてあとそれをどんどんみんなでシェアしてもっともっとみんなにオープンソースとかオープンデータを広しめようっていうムーブメントになったのも、まあ割といい流れだったかなと思います。 であと,、えー、と、各地のコミュニティが参加、連携、発信したっていうのありません、ね、だからオープンソースだから、ちょっと分かる人は僕らも作ってみようぜという団結が生まれたっていうのは、すごくよかったと思います。で、あのこれ、オードリー・タンさんとかも言うんですけど、あのやっぱり地域のエンジニアって、割とブリジットジョブというか、作らされ仕事が多いんだけど、自分たちが社会にコミットできるという翼という概念があって、彼、彼女らに対して翼を生えさせたというふうな、とてもよかったのではないかなと思いました。 あと、まあ、他のところでもあったんですけど北海道版6カ国版ちょっとトライはしたんですけど、まあ、全部ちょっと完璧でもなかったんですがただあのコンピューターとかコードとかデザインはようわからんけど、あのー、翻訳ならできますっていう人は結構出てきましたこれはまあ東京都版とかでもあったんですけどそういう人たちにはグーグルスプレッドシートを共有してじゃあこれ、うん、えと何々をしてくださいよこにょにょにににするっていうふうな参加もあったそういう人たちもいるとすごいたくさんの人たちがコミットしてくれたんじゃないかなと思ってます。 あと発信の方ですね、やっぱりあのキーターとか、今でもキーターの,そのまとめサイト関係の記事とかもいっぱい残ってますけれど例えば、フォークしてデプロイするにはどうすればいいかであるとか、まあとでもいんですけど、データ処理をこうやればいいよっていうふうなことをどんどん出す。なぜなら、これが例えば、クローズドなあのシステムでできたまあベンダーさんのものだったら、いや、それ僕らの特許ですからって、こういうのはできる流れはなかった、つまりオープンソースだからできたことかなと思っています。これが2つ目ですね。 で、最後はいドンですね。もう米から餅はもう終わりにしよう、ね。<laughs> これ、あの初めて聞く方とかにはごめんなさい。なんですけど、あのあ持ちからごめんなさい。持ちからも米はもう終わりにしよう。つまり餅といわれるカチカチのあのー、もう下にもですけど、スキャン。pdf とか。 をもうう一回人の目で見てて CSV に打ち直すっていう状態だからこれ米があるやんけっていうふうなところで「餅から米」って僕は延々と言ってるんですがやっとこれが日の目を見たっていうところである意味僕は嬉しいんですけれど餅から米っていう概念はやっぱりみんなちょっとすごく食らってしまったけどこれを終わりの始まりにしたいと思いながら未だに続いてるっていうのはあります。でまあその時如実に出たあの課題としてはやっぱりあの地域ごとの低品質なデータを今で受けてものの大人の言い方をしてますけれども。<laughs> かなり大人ですけれども、<laughs> えが運用コストを圧迫してしまったっていうのがありますね、2、うん、であの二つ目のポチですけど、データの流通がシステムに対応できてないっいうこと、これもかなり大人の言い方ですよあの、あまりにも東京都版が素晴らしすぎて、それの入れるためのガソリンがグダグダであるという,ふうなことを、ちょっと如実に出してしまった。 表に出してしまったってます。まあ、具体的にはやっぱさっきから出ました持ちと言われる PDF スキャンであるとか、もうあのあれな結合をねセルのあれのっていうあのあれ結合をエクセルとか、あとまあ北海道版の話なんですけど結局オープンデータ担当があの町内のシステムを見ながら毎日夜中に手打ちをしててオープンデータサイトにプッシュしてたってこともあったりしました。このオープンデータ担当っていうのは同町内の担当あ,あそうですね。はい、あのお名前出します北さんお疲れ様でした。<laughs> 東京 <laughs> の北さん見てます。北さん、そ<は>ん,んなところで。そう、三年間日夜ずっとポチ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 やってました。ありがとうございます。で、あと、まあ、これちょっと東京ってなんですけど、さっき言いました。A. P. I. とかで自動で取り込みが、オープンデータサイトのプラットフォームからできたのは、多分そんなになかった。片手にないぐらいですよね。だいたいみんな、もう、あのデータの入れるところで。 そこまでボランティア、地域ボランティアがやってたっていうところもあるし、ねね、あと下山さんとか、ちょっと後でお話とか出るかもですけど、その手作業でやってたサイトほど寿命が短くなったのではないかという仮説があって、うん、まあちょっとあの検証はできてないんですけど、多分それはあるかなと思いますでそれを踏まえて、まあ、なんか僕は勝手に最近、造語して調べてたんですが、地域はデータデバイドですね、デジタルデバイドじゃなくてデータデバイド。うん ちゃんとデータが揃っていない地域ってそれってどうなんですかっていうところがすごく顕著に出た、まあ、これがいいか悪いかは別ですけれどもすごく明らかにしたっていうのはありますいやでもちろんこれは僕らの多分エンジニアとかデータサイドの理想であるので、まあ、当時はやっぱりさっきの話もあったけど100人出た200人出たどうしようはたまた10万人超えたどうしようっていう時にいすいません CSV ってありましたってっていやでもそんなんいいからっていうふうには <laughs> なるのはもうしょうがない話にはなるんで本当、まあ、ごめんなさいだけれどもちょっとやっぱりそこから3年半経ったんで ちょっとあのときのみんなで少しやけどしちゃったよねっていうのはなんか教訓にできればいいかなというふうにはちょっと思っています。というところで、えー、と僕からのちょっと、えー、話題提供はこんな感じでした。はい、はいありがとうございます ではここからは、えー、あなんかもうもういい後で見といてって大丈夫です、はい、はい、というわけであのセッション入っていきたいと思いますまずは、えー、と外から見た、えー、立場としてですねあの結構あの平本さんは、えー、割と、まあ、この接触確認の方でもいろいろお世話になりましたけれどもこのサイトもいろいろ初期から見てたんじゃないかなと思いますそこについて、えー、何か、えー、コメントとか、えー、ありましたらお願いします。はい はい、あの僕、実はほとんど見てないんですけど、友シさんに呼ばれたんですけれども、<laughs> あ,のあまりに忙しくて、ですねこれを見る暇がなかったというか、日々、なんか違うプロジェクトに巻き込まれていて、ですねそれであの、見てなかったのにはもう一つあって、これやってるのが、もともと知っていた Code for Japan のコミュニティがやってるなって話と、立ち上がった瞬間にパッと見て、あこれよくできてるなと思って、それと4日後にさっきの,あの北海道のやつがすぐにフォークして立ち上がったじゃないですか。だかからももうこれっっととい,いいいててな思ですね <laughs> そういう意味で他のことがたくさんある中では<ー>ここのところを東京北海道ってきたらこれどんどん広がっていくだろうなっていうことでこれはもう任せておこうっていう感じで、うん、それはすごい安心感があったなっていうのが当時見て思ったことと、うん、あ,あとはですねちょっと悔しいなと思ったのが。うん デザインが美しかったじゃないですか？はいはい、で、政府でやっぱり当時緊急のサイトいろいろ立ち上げてたんですけど、どれもなんか機能は動いてるんだけど、見た目は最低だし、<ー>使いがごこっちは悪いしっていうサイトばっかりなわけですよね。それでも直しようもないんだけれども、その日々。 東京都のやつはどんどん更新してるっていう形で、うん、やっぱりメカニズムとしてこういうものを入れないとダメなんだなっていうのをすごい痛感したし、うん、なんか似たようなサイトやってても必ず我々怒られるんですよね世の中から。<laughs> お前らのサイトは使いにくいんだよって言われてつく <laughs> しょうとか思いながらもまあしょうがないかなと思ってたんですけどそういう形でなんかその教訓もちゃんと活かして政府内もこういうふうに GitHub なんか使いながらいいサイトに まあ使いやすくしていくっていうこういうサイクルが作れればいいかなと思いましたね、うんうんうん、ありがとうございます結構やっぱ最初機能がシンプルだったっていうのも大きかったかなとは思っていてあれやっぱ なんか最初からいっぱいやりやりすぎじゃないですか、うん、政府の思いって <laughs>、はい、そうなるとやっぱ複雑になっちゃうしユーザーインターフェース難しいしなんか説明もいっぱいしなきゃいけないけれども、まあ、グラフ4つみたいなところからできたのは、まあ、緊急事態だからこそよかったみたいなのもあるのかもなあと思いましたけどねねそうです、ね、政府の場合ってやっぱり資質の枠組みがすごい厳しいので一気にもう全部詰めるだけ積んでしまいとか言ってやっ,て、うん、やっちゃうのでなんか中途半端な機能がたくさんついたものができちゃって、まあ、そこは反省ですよね。だからあの 部分リリースみたいなのをどんどん繰り返していくとそういうことをやらなきゃいけないのかなと思いいいまますすすねありががとうございます有山さんかでは僕もですね、あのー、サイト自体の,そのデータをずっと見るっていうよりはそのオープンソースで新しいことを始めたんだなというそういう切り口でずっと注目をしてましたでうまくいってるなフォークもいっぱいされてるな、まあ、もちろんトラブルも運営上あるんですけど別に破綻もせずにですね で、ココアに関わるようになってからですねあっちは何であんなにうまくいってるんだ <laughs> <laughs> はい常々思って、はい、何回かの相談もしましたし常にですね、トップランナーとして、はいえー、僕らのはるか前を走っているというそういう、はい、印象というか事、まあ、実として。 イメージを持ってます、はい、あのちょっと見てる方とかにも補足として情報としてもうちょっと、えー、背景をお伝えした方がいいかなと思うんですけどあの有山さんも COCOA の方でそのオープンソースでこう GitHub で、えー、公開をしていたということですよね、うん、もうちょっと説明していただけますかそっちのお話もはい COCOA 自体はですねもともと COVID-19 レーダーという別のプロジェクトのフォークになってるんですねそのフォーークををにリリースをして でえみんなでまあ知見を持ち寄ってあのいいアプリを作っていこうという側面と同時にですねその接触通知アプリという特性上あなたたちのプライバシーは守られてますよということをやはり伝える必要があるだからソースコードは公開をするべきだという思想がもともと COVID-19 レーダー。 そのライセンスを引き継ぐ形でコード公開を続けていたでそこでオープンソースとしてのです、ね、コントリビュートを受け付けたりさまざまなイシューを投稿していただいて僕が対応と言いますか対話をしようと日々努力をしていたと、まあ、そういうういい前提ががあありりまますす、はい、とうございます結構本当にすごい渦中の栗を拾いに行った。<laughs> 最初から関わってたわけじゃないですもんね。そうですね。あの四か月、異臭放置って言って、うわっと。<laughs> ニュースになりましたね。ニュースになった後に、僕が入ったっていう。はい、そういう方です。<laughs> はい。はい。再編申し訳ございません。よくあの栗を拾いに行ったなと。<laughs> いや,いやあの、僕が紹介して。やらないといけないなという。<laughs> すいません。<laughs> はい、ありがとうございます。そんな感じですね。はい、新 <laughs> 田さんにもちょっとお伺いしたいんですけど、ちょっとあの先ほどは中の話でしたけれども、あの割と外からの評価、あの例えばグッドデザイン賞を受賞したりみたいなのがありました。けれども、その外からの見,見られ方みたいなの。がどんな感じだったのかっていうのと、それとまあ、それが町内にどういう影響を及ぼしていたかみたいなのを聞ければと思うんですが。そうですね。まあ、グッドデザイン賞はベスト100という。賞も 笑ってはいてでその,その他にもいくつかあの表彰みたいなものは2020年いただいたんですけど、えっとまあ、着眼点としてやっぱりこの、えー、コロナ禍っていう,こう、まあ、社会課題、まあ、社会課題なんかのもう超独級の社会課題の解決で、まあ、まず手法としてシビックテックであったっていう、まあ、オープンソースを使ったシビックテックであったということとあと結,構結果としてものすごいスピードで 情報提供、正しい情報の提供というものを、えー、成し遂げたっていうその2面で評価をされたっていうのが大きいかなとは思ってますね。で町内で言うとやっぱりこのデータの出し方っていったものをやっぱり、まあ、その後、まあ私の部署はいわゆる戦略広報って言われる部署ではあってその後今戦略広報部っていう部にはなってるんですけどこの情報をやっぱり伝え方っていうのはあるよね。 というののはは非常に大きくかからの学びとしては多,い多かっただ、データーそのものは行政って出すと思うんですよ、隠しはしないので、行政者数っての出すと思うんですけど、はいはいで、どこの自治体も出してたんだけど、うん、東京都が何で話題になったかっていうと、圧倒的に分かりやすくて、見た目でバーンと分かるし、それがそのシビックテックって新しいやり方でやったからっていうところで注目を浴びていたので、やっぱりそういう、まあ、シビックテックの、まず、 まず見た目どうやって伝えるかというのが重要だよねっていうのが改めて大きくこうなんていうか、ね、認識よりとしてやっぱりそうなんだねっていうのはあったかなとは思いますね。うん、でシビックテック側でいうと、まあ、そういったものを、ね、やったことは今まで多分陽性としてない、うん、なん東京都としては多分私も聞いたことはなかったので、まあ、こういう手法があるんだねこういうことがあるんだねっていうのはもうそれはもう学びとか初めての経験としてあの町内としては受け止めたのかなと思いますね。 ありがとうございます。なんか結構僕も覚えてるのがあのそれによってこう普通の、まあ、一般の人たちの見方もだいぶ変わったのかなと思っていてツイッターで実際あの何個かやり取りした中でもやっぱりこうなんか隠してるんじゃないかとか不都合な,なんか事実があってそれをなんかこうあの隠してるんじゃないかみたいなのに対して結構第三者その第三者その 我々でもなく東京都の関係者でもない第三者がいやここにデータあるしであのグラフとかをさかのぼってみるしその生データとかも公開されてるから、まあ、それを見た上でで何か違うんじゃないですかみたいなことを、えー、やり取りするみたいなのが、うん、えあったかなと思いますで私もあのあのツイッターで大体うちのサイトの,あの URL で毎晩検索をするんですけど。<laughs> <laughs> なんです,そのことをするというとあのエラーがあった時にどぶやく人がいるからなんですけど、うん、<laughs> それが怖くて毎晩見るんですけどやっぱり、うん、まあこういうサイトがあるっていうことをその伝える全く関係ない人が全く関係ない人に伝えてくれっていうのもあるし、うん、あとはあのサイトで僕一番大きいというか機能として一番大きかったのはツイッターであ当時ツイッターですけどにすぐリツイートができる機能があったんですよ、はいはい、なのでその感染者に関する話題の中で東京都こういうデータを出してるよっていうのがすぐに データとして提供できる機能があったというのが、sns 上でもかなり活用された理由じゃないかなっていうのは思います、ね。確かにあれ、そうだ。あのカードごとにシェアできる機能をそ,うそうなんです作ってあれはですね。あの、深津さん、あのそうなんです <laughs> が異種作ってくれてあの？ 今あの AI とかで有名な深津さんですけど、はいはい、フラディクトさんあ,の、うん、あれ本当に作ってよかったなとあれ全然違うと思います、ねね、スクショ取撮って投稿するのと全然違うと思うのでさすが深津さんですよねと思いました、はい、あの古川さんに聞きたいんですけれども、えーまあ、実際あの北海道版ではその外からの評価さっきメディアにもいろいろ紹介されたっていうのがありましたけれどもあの今言ったようなそのこう 一般の人に対してのこう影響みたいなのは実際、どんな感じだったんですかそうですねあの、やっぱりさっきもパート1でも出てましたけどあのページビューはやっぱすごい伸びてたっていうのはあるしであとあ、さっき出てたカードビューですね。あの機能とかもやっぱツイッターでみんな 広しめたいいっていうかなぜ人は広しめるかって安心したいから、うん、でなぜ安心するかってデータを見せれば安心する<ー>でもオレオレデータ私私データ大体ろくなことがないって大体皆さんこの3年で分か <laughs> <laughs> ったと思うんですけどそこをさっきのお話とかもそうなんですがやっぱりあの唯一の信頼できる情報源そして後にたどれるもしくはそこの仕組みが全てあの公開化されてるってことはやっぱ透明性にもつながって透明性につながるってことはやっぱりやっぱ行政機関への信頼っぱり。 信頼度にも上がるっていうことはよく言われている話ではあるので、うん、そういうところでやっぱり。 あの正しく怖がろうってやっぱり311以降もよく言われてますけど、うんうん、っていうところをやっぱり一つの我々もメディアとかサービスとして多分地域版は達成できたのではないかというふうなのはちょっとお話見て、はい、あそうだったってちょっと思い出しましたね。うんありがとうございます。あとまあコントリビューターについてもちょっとあのお伺いしたいんですけども実際どういう方々がやっていたんですかあそうでですねややっっぱぱりりよくいろんなとこで言われるやっぱ IT コミュニティの界隈 っていうのをまず一つっとなく薄くしてた人同士で<う>あちょっとやらないっていうふうないわゆるそれはやっぱりコミュニティっていうところがあったって、はい、あとそこに対してでもやっぱり地域あるあるですけど。うん あの北海道の場合はやっぱりそこのいくつかのつながりがまたさらに薄くつながってたっていうのはあるんですね。で、あのここから先は別に誰かを批判してるわけじゃないんですけど、はい、県によっては三つも四つも立てちゃってるところがあって、ーーでそれなんでですかって,言って、はい、あそこと話したことねえからとか <laughs> 自分たちで <laughs> ありますかね。だからさっきあのね、うん、あったでしょ。だからいやでしかもそれぞれあのデータ取り込むタイミングをバラバラでさっき言ってた。 信頼性とは何か問題になるんですよみんなバラバラの天気予報をやっちゃってる状態っていうのはちょっとあってかなりそのデータのさっきデバイダも話しまったけどそこの地域のコミュニティのまのつながり、うん、まあ緩くても全然いいし顔の効く範囲まあいろんなご事情もあるんだけどそこをがすごく如実に出たのかもしれないしそれがダメだったりじゃなくてじゃあそこをうまくあの。く。 課題にしても良かったかもなと今思ってますね確かにありがとうございます平本さんにお伺いしたいんですけど持ち辛い米問題はどうしたらいいんですかね <laughs> <laughs> あの 確かにね、今回やっぱりこのサイトのだけじゃなくて、僕オープンデータので走り回ってたわけですよね。はい、その時にやっぱりみんなですね、その全然オープンデータって何っていうところから始まって、そこの意識がまだまだち高まってないっていうのがすごく問題だと思っていて、そこはあのー、そろそろもう一回あのー 盛り上げてててていいいいいかかなななけっうのをすごく実感していてシビックテックに関してまああれじゃないですか関さんご存知のように東日本大震災が起こってからシビックテックとかオープンデータって言ってずっと盛り上がってきたんですけどもシビックテックのコミュニティっていうのはすごくなんか安定してきたような気がするんですよね。それでこういう時にみんなでバッと集まってなんかやろうぜって言ってあの他のチームにこういう人いるから一緒にやろうぜっていう形のすごくいい流れができてきてるんですけど政府側のオープンデータというところまあ政府だけじゃなくて自治体も含めてですねそこはまだまだできてないので。 ちょっとそこで、えーまあ、我々もデータ標準作ったりしてるんですけどそもそもこれ何とか言われちゃうんでですね、うん、ちょっと、えー、どう展開しようかなというのを今考えてるところでですねあの今考えてるなよって感じなんですけど <laughs> なんかオープンデータ活動一巡しちゃってる感はありますよねなんか自治体の人たちも一旦やったでしょみたいな <laughs> 言われたことやったしみたいな感じでなんかでもこういう本質的なその価値の部分がまだなんか こう腑に落ちてない感じだし、実例もそんなに生まれてないのかなという感じはするんですが。そうですね。あの今週ちょっと僕。 あの地方都市に行ってたんですけれどもそこで言われたのが、うん、結局ゴミなししかないですよね、うん、って言われてそれで、まあ、確かにすごいオープンデータを使ってなんか実はあの企業の中で取り込んでるやつとか結構あるんですけれども本当にシビックテック的なアプリケーションですごいのがブレイクしてるかっていうとそこのところはできてないなと思っていてそこはもう一回掘り起こしをするのかなってなんか、うん、オープンデータ100ってやってたじゃないですか。はい で100ってやってたけど100を超えたのかどうかもよくわからないなっていうあれあんまりコーされてないですよねそしてもうサービス終わってるのもありますね <laughs> そうなんですよそういう意味であのそういうのも含めてちょっとやり直さなきゃなっていうのを思ってますねありがとうございます、はい、まあそこは改めてちょっと我々もなんかご一緒したいなというところですね、はい、有山さんなんですけど先ほどあのココアとの、えー、話もありましたけれどもその 実際そのさっきのセッションの話とかも聞いて、はい、そのご自身で感じることとしてなんかやっぱこういうところ難しいよなとか課題だよなっていうのって何かかありますか、まあ、いろんな課題があるとして例えば今回の場合、うん、その陽性者数の数に絞ってデータを事実として提供したっていうお話があったのがやはり。あの 限定したっていいう点が非常に良んります。ココアの場合アプリがある程度の判断を伝えちゃってるんですよね<ー>接触をした事実という判断じゃあなんで接触したと判断してるの、はい、その判断基準は正しいの、はい、その判断基準に至るそのスレッシュホール,ルドにこう至るための使われてる技術にどれだけ信頼があるのどれだけ検証したの山ほどですね疑問が出てきて。うん そ信頼性っていうもののを担保するのが非常に難しくなるはい、はい、純粋に数っていうのはその数だけを伝えて受け取り手がそれを判断をするそこにフォーカスを絞ったのがとても僕はあの正しいアプローチだなと思っていて COCOA ココもですねあの後半戦にやったことっていうのは接触ログ接触したログを全部出す ユーザーが自分のアプリから取り出せるっていうことをやったんです、はいはい、そうするとそのログを解析するウェブサービスを作ってくれる人たちがいてそこがですね非常にあの喜ばれたあ<ー>、はい、でもうみんな毎日ですねログを見て、はい、通知はされなかったけどあ,<れ>あこうちょっと電波受信してたみたいなことをツイッターでこう言ってバイラルでどんどんユーザー数を増やしてっていう流れができたので。うん やっぱこれだよなって思ったんですけど、まあまあ、そうこう言ってるうちにココア自体がこう、はい、うんうん、終わってしまったので、まあ、うん、ただまあ、全体を通じて、やっぱりあの、まずデータを出す、信頼できるデータを出すっていうものが重要だというのは、やっぱりあの、通関をしたっていうエピソードになりますね。確かに、まあ、同じ行動変容を目指すサービスとしで,ではありましたけど、やっぱココアの方はちょっと。 そもそもの課題設定に難しさはありましたよね、うんうん、ありがとうございます。ど,どれぐらいの,ああのここはのほうも外からのコントリビューターがいたわけじゃないですか、はい、それはどれぐらいいたんですかアクティブな人ずっとアクティブな人っていうのはそこまでいなかったですけど、うん、まあ10人あ<ー>15人どういうイシューが多かったんでしょうか。 一番多かったのはやっぱりほ、まあ、翻訳系もそうですし<う>その接触通知の見せ方の話であるとかはい、はい、あとは異臭ではないんですけど接触の基準が最初から変わってないと、うん、これだけ変異株が出てきているのに接触の基準が変わってないんだからあ<ー>あのもう機能してないでしょと、はい、ここ変えないとダメでしょっていうディスカッションが立ち上げられたっていうことはありましたなるほどね。はい、ありがとうございます、はい えっと、新田さんに、えー、お伺いするとやっぱそのここはあここはじゃない、えっと、その対策サイト、えー、は結構盛り上がりましたけれどもそれ以外の部分とかって何かこう腸内でそ,そこからこ,うこれをきっかけになんかオープンデータについての動きが何か変わったとかサービス的な新しいものが考え方が生まれたとかそういうのって ありますそうですねちょっとまあ所管外なのでそこまでは詳しくはなくなってしまうんですけどただ <laughs>、はいまあ、オープンデータでいうとさっきも話にもありましたけどガイドラインも設定されてで実そうですねでオープンデータカタログサイトは対策サイトの前からあったと思うんですけどやっぱりそこにオープンデータを載せると。 でそれすると使われるんだっていうのは実例がやっぱり一番大きな実例ができたっていうのはかなりのエポックだったんじゃないかなっていうのは思いますしあと GitHub についても今東京都のオフィシャルの GitHub を持つようになってで対策サイトもまあ一応フィックスしたソースコードを置いてありますけどその他にもソースコードを置いたりはしているのでここを単調にしてオープンデータオープンソースっていったものを 使おうといういのが当選、まあの構造改革っていうチームもあるんですけどそこでも、えーとはい、大きなテーマになってるはずなので、まあ、このサイトで一つあこういうことが起きるんだなっていうのがみんなに知らしめたっていうのは大きいと思います、うん、やっぱり分かんないじゃないですかオープンソースで何ができるの、うん、オープンデータで何が起きるのっていうのがそれが分からないところがやっぱりこのコロ,ナ禍コロナっていう大きな社会課題の中で一つの実例で分かりやすい説明ができるようになったっていうのは大きいと思いますね。はい <laughs> ありがとうございます。github が政府 github を政府とか自治体で使ってるところってあんまり多くないですよね。じゃないですかね。と、はい、平本さん、それはやっぱハードルが結構あるんでしょうか？あのまずセキュリティのところでだいたいカードしてるところが多くて入れさせません。っていうところがあって、その次に作っても。 誰ももうそこに意見をかけないってさっき話があったじゃないですか職員の人が書いてそれで炎上したらどうするんだとかはい、はい、みんなやっぱりそこをすごい気にしていてはい、はい、結局そういうコミュニケーション型のサイトに参加するのってみんなやっぱり行政側のハードルすごい高いみたいですよねあまあ確かに、うん、確かに双方向のコミュニケーション自体にかなりの ハードルがあるんですかねそうですねそれでまたそれがちょっと言うと何かと盛り上がるこのご時世じゃないですかすぐに炎上してしまうというねお前のその上から僕も書かれたことあるんですけどアイデアボックスで書いていたら、はい、なんか丁寧に書いたつもりだったんだけどその上から目線のコメントは何だとかね<ー> <laughs> そういうなんか内容じゃないことでも突っ込まれたりするからやっぱり行政がああいう GitHub とか対話型に参加するのはちょっとハードル高いですよねまあ実際難しいですよね。 やっぱこう本当にこう全部が同じ意見として扱わなきゃいけないじゃないですか、うん、なんかすごいとんでもない意見とかやっぱ、ね、開かれてたらなんか、ね、本当にそれがこう1万分の1の意見だとしてもやっぱり来た以上はなんか反応しなきゃいけないみたいなところ難しさありますよね。 そうなんですよだから結局結構正論な意見と僕たちも GitHub でやってた時にその正論の意見とかそういう来るわけですよね、うん、でも今のタイミングだとこれ直せないんだよなっていうことが予算の都合とかいろんな話であったりする時にそのままとりあえず待ってくださいと書きたいんだけれどもそのままなんか放置せざるを得ない時もたまにあってそうするとすごいクレームがどドどドドドドドドって寄ってきてですねそれやっぱり GitHub というのと行政の運用っていうのはなかなか馴染みが、うん、あの文化として、うんうん なじみが、なんだろうな、制度としてもなじんでないって感じですかね、でも、どんどん使っていくべきだと思ってますけどはい、はい、ちょっとまたここで新田さんに、難しかった、答えにくかったらそう言っていただければいいんですけれども。<laughs> <laughs> まあ実際今回、最後の前のセッションでえ最後の方でやっぱ直接コメ,コメントとかを他の職員ができたらよかったなっていうのがありましたけどあのまあ難しさは多分今のようなことがあると思うんですけど逆になんかどういうことがあったら安心して書き込めるようになりますかねこれは、ですねぶっちゃけて言うと人的リソースです。 あの要は答えることが全部、うん、まあ公式見解になっちゃうっていう怖さがまし一つ相、ね、すね。でそれに一つ一軒一軒対応するで今回でいうともう今村さんほぼべったり貼り付け状態で <laughs> <laughs> やってもらってるわけなんですけど <laughs> じゃあ一つ一つのサイトにべったり貼り付けで職員を一人一人貼るっていうことが果たして人的に用意できるかどうかっていうのが一番大きいと思うんですよ。なので、まあ、やろうと思えばできなくはないけれども。 そ,そ,そこをこの限られた人的リソースの中でやろうと、はい。はい できるかやろうと思えるかっていうところの判断なんじゃないかなというのが、はい、すみません、これは個人的な個人的な意見として、はい、伝えさせていただきますけどす現実として、私が、うんえっと、そこに出ていかなかった理由は結構そこにあり、やり始めると、やり始めると全部東京都側でやらなきゃいけなくなってしまう、それよりも、もう本当にで、私もこのサイト以外にも仕事があるので、これに一個一個答えていって、 持たたなないいだろううっていうのはありまし逆にあれなのかもしれないですね期待値をセットしておくみたいな1ヶ月に1回降臨しますみたいなそしてあの全部に応えませんみたいなあらかじめ言っくそ,う、ね、そういったルールができればできるのかもしれないですけどね、うんうん、ちょっとそこら辺はこう難しいですよね検証も必要だと思いますしどこまでやったらただねやっぱりシビックテックっていったものを考えたときに、はいうん、この行政と この市民の皆さんとのコミュニケーションとかにもともとにあるべきだっていうのは当然そうなのでその理想と実際の現実で,実で私もよく知らないですけど多分シビックテックずっとやってらっしゃる方ってまあね実際の方と付き合うと思うんですけど結構、うん、あの。 俗人的にやってらっしゃる方も結構多いんじゃないかなって印象僕は思っていていやほとんどそういういですね,そ,ですねそのすご,ごい詳しい人がすごい思いがあってやってるけど、はい、じゃあその人、変わったらどうするのっていうそういう意味では人事異動っていうものが当然あるっていうこの難しさというのも、はいはい、やっぱり公務員としてはあるのかなと思いますね、はい、確かに新田さんがよかれと思ってやっててもそれがね移動した後に。そうなんです 新しく来た人には相当負担になるわけですよね。っていうのはある。はい。ですね。このサイトなんかはまあ私がいる間には閉じれるだろうなっていうのもあ、いやだから仕事はしてて、ま計画できなかったんですけど、最後二ヶ月余ったんでそこは計算ミスだったんですけど。ただまあねこんなに次元的なサイトってそんなにねあるわけでもないので、そのえ継続性というかいうものを考えたときにこの公務員の あるあるとしての,その人事の人事異動がある中どう継続性を持たせていくかっていうのがそういう意味であの古川さん側としてそのどうですかその行政との関係みたいな。そうですねあの 恵まれてた北海道場の話ですけどやっぱりメンバーの中に北海道庁の人もいたし札幌市役所の人もいたんですよね、うん、でさっき1個の前であの都庁の皆さんもぜひ書き込んでほしかったなってコメントがあったんですけど今思い出したんですが。 あのドヤリングじゃないうちありましたって同調の,の人と市役所の人が同調、はい、の人はなんかちょくちょくあのオープンデータ担当がこうなてましたよとかこの殻もこうしましょうよっていうのは乗ってきてくれたしあと市役所の人も市で取ってるデータをぜひ使ってくださいって一週かなんかの中にバーンって出てきてあのこっちのコミッターはうわ行政の人帰ってきた <laughs> 新しい時代来たって言ったけどあんまり続かなかったですね,やっ,ぱね <laughs> やっぱりねやっぱりねそうです,よすごい勇気をしあのさっきの話すごい分かるんですよどの面下げてお前は何のしゃべ,はなしゃべってるんじゃ問題にはなるので、うん、でなるとじゃそれまあ最近もありましたけどチャットがスクリーンショットにされてホニャホニャとかなんかありましたけどね、うん、あれが公文書であるかっていう話もなるので、はいはい、た多分そこの話をにもつながるとは思うんですけれどただやっぱりそうやって参加して議論すること自体が、うん、あのこういう動きの 文化ですよとお作法ですよっていうのはやっぱり我々ももうちょっとあの続けて発信していかなきゃいけないっていうのはあるきててちょっと思いましたね。なるほどね。有山さんはあの実際そのギターブでコミュニケーションしてたじゃないですか。はい。でもその公式見解になってしまう怖さとかあとまあそれをこう外に出すためにあの例えばそのちゃんとこう決済取らなきゃいけないとかうん、うん、なんかそういうやっぱコストみたいなのは、えー、実際どうだったんですか。 いやあのね最初全然そのこと考えてなくて<う>ずっと <laughs> 自分はエンジニアとして話してるつもりだったんですけどああそのやっぱ向こうから来るんですそれはあのこう、まあ、厚労省のね公式見解ですか<う>それ言われると大体の意見は死ぬなみたいな、うん、その議論できないな,いな議論できなくなっちゃうん<論>、ね、だって分からないから僕がフロントにその厚生労働省の人が細かいこと分からないから、うん、僕がフロントに立って話してるのにじゃあそれ一から講習して全部分かってもらって 公式見解まとめ,られまとめてる間にこう、ねうん、何ヶ月経つんだみたいな話にどうしてもなってしまうのでそこが結構その僕は行政に関わったことなかったのでカルチャーショックといいますか、うん、それを GitHub で他のコントリビューターの方との対話でそういうの出てくるっていうのが結構ショックなこととして印象に残ってますね。うん 本当難しい問題ですよね。うん、やっぱ結構、議論をするフェーズではなんかアイディアも含めていろいろ言っていかなきゃいけないし、はい、まだわからないことも含めてどんどんこうあの情報を交換していかないと建設的な議論は生まれないんだけれどもそこでいちいち公式見解ですかとか言われちゃうとそれ以上何も言えなくなっちゃいますよね。うん、そうでですね、うん、なのでただ僕も 良くなかっっっっったたとこころててていいううののははそこを意識せずに喋良、うん、くなかったん公式見解じゃないですっていう話であればエンジニアとしての技術的な議論として行いますって前置きをやっぱしておくとか議論の仕方っていうのをこちらはまあコントリビューターというかあのコミッターメンテナー側なのできちんとやっぱこうモデレーションするっていう意識を持ってやったらそういうトラブルっていうかそのなんていうか衝突っていうのは だいぶ減ったんじゃないいかななと思いますねなので言えないことは「ごめんなさいそれは言えないんです」とか「文章から外れます」って言ってもそれで怒られたっていうことは後半戦なかったです。あなるほど、はい そこはやっぱり、ね、向こうも別にそこで追撃せずに、はい、そういうこともあるんでしょうねみたいなことで終わったっていうのはよくありましたあでもそれはとてもいいノウハウですねなんか今後そういう行政がその双方向性の高いやり取りをする際にはこれは組織を代表する意見ではないですみたいなのをあらかじめ言っておくみたいな。うんうん なかなか通用しないですね、僕、何回もやってて、ですねでもこれ、国のサイトだよねとか言われて、なんか、なかなか、いつも書くんですよ、そういうのは。まあそうですよねでも、納得してくださらない方は、結構いらっしゃいますね。そうすると、何が起こるかというと、結構、若手で参加してる、サポートしてくれてる職員の人たちが、意識して書けなくなっちゃうんですよね、これ書いたら、なんか大変なことが起こりそうだっいな話でですね。 そこはちょっともう一工夫必要ですね。うん,うん、だからそういう意味では、なんか僕たちがよく助かったのは、その。そういう意見ができた、出たときに、他の人がサポート、他のコントリビューターの人がサポートの意見を出してくれると。はいはい、我々もすごく心強くなるというかですね。うん、こうやってみんなで、なんか盛り上げていくっていう機運を作っていくのが重要なのかなと思いますね。うん、ありがとうございます。なんか、あの、まあ、こういう、その一つの事例ができた。 ですけれども、まあ、正直言ってやっぱこれあれを僕当初ですねあの本当にこうこの一つの,こうこのサイトが結構盛り上がっていってそれ,それなりにこう社会で評価された時にいっぱい事例生まれてきてほしいなと思ったんですが実際にはでもあんまりそのやっぱりこう行政の中でオープンソースを使ってそのそのソースコードを公開するしてその外からのコントリビューションを受け付けるっていうのは。 正そこについて、えー、ちょっとそれ,それぞれな何どうしてなのかみたいなところとかあのここがこうしもう変わったらいいんじゃないかみたいなのもしあればお伺いしたいんですけどどなたからでもいいんですがあじゃあ古川さん。えっとシビックテックアプローチのサービスとかオープンデータベースのサービスとかでは確かにちょっとそういう GitHub に置くっていうのは。 あ,のちょっとあんまりないっていうのはまあ確かにそうだなと思いながらあのちょっとやっぱり最近のプラトーとか国交省のサイトとかではまあまあお仕事うちもしてるんですけどもうあの使用段階とか途中でこっちから「いやこれ GitHub に置いてみんなでもうオープンソースとして置きましょうよ」って言うと「あいいっすね」って。 でやっぱりなんとなくこのイメージがあるようなんですよね、東京都だってやってたからっていうので、ね、例えば本当、プラトーの,のサービスとかあの、えーと、GitHub を見てもらったら、ものすごいドキュメントと、ものすごいツールがやっぱり置いてあったりはするので、もちろん市民レベルではないけれど、ちょっと行政レベルとかではまあ,あるのかなとはちょっと思いました、もちろんもっといろんな方面で広げていくのもありだとは思ってます確かに地理空間系は、最近いろんなライブラリー含め、あのいろいろ公開されて、あのコミット ともされているのが多いですね。うん、平本さんどうですか？ あのオープンソース悩ましくて僕今 IPA にいるんでですね、はい、あの昔はオープンソースセンターを持っていて、ね、今ってしまってということで、うん、もう一回やるかって話を今してるんですけどやっぱり諸外国見てると政府がみんなオープンソースのガイドラインも作ってるしそれで積極的に使おうよって言ってるしそれでライブラリーも作ってるわけですよねだから本当は我々もやらなきゃいけないなと思うんですけれどもなかなかそのオープンソースの理解も広がってないのかなと思っていて特に作る人たちで最近使用書にオープン オープンソースにすることって書いてくれてるの結構増えてるんですけど結局その後のメンテナンスのことあんまり考えてないんですよねかだから、ね、作ってつるされてるから自由に使ってくださいよだけどもう1年経ったら古くて使えないとか、うん、機能が改善されてないとかそういうものがもうゴロゴロとしているとだからそこら辺の仕組みも含めてオープンソースでやるんだったら最初に役所の方もその翌年以降もどういうふうにするんだとかですね、うん、そういう話も含めて考えなきゃいけないのかなというのをすごく感じてそれ を今どうしようかっていう話とあと。 結構言われるのが国とか自治体の人たちがオープンソースに出したときにその後もし、バグがあったら誰が責任取るんだろうって言ってそれでだから特に自治体の人なんかは責任取れないから他の自治体にあげたいんだけれどもあげれませんっていう話をしてるんで、はい、責任の問題そうなんですよねだからそこも含めてちょっとあのどういうコミュニティを作ればいいのかなっていうのをいろんな人と今、相談してるんですけどまだちょっと会が出てないんでですねあの皆さんと相談させていただければって感じですね <laughs> 確かにオープンにした後それがメンテナンスできるコミュニティが。 ないとやはり、うん、ちゃんと広がっていかないですよね。そうですね。最近僕のところにみんなにあみんな預かってくださいってよく言ってくるんですけど、<laughs> 何も言わずに投げつけてくるというですね。<laughs> いややめてよそれって酷いですね。<laughs> <laughs> うんまああとは結構その地方自治だと地方自治法の解釈の問題でその税、うん、税金を使って調達したものをその無償で後悔しては。 いいけないみたいな判断になるところもあるみたいですねそうですねだからそういう話も含めてちょっとオープンソースを今後どうしようかっていうのを真面目に考えてですね、うん、あのそういうガイド、まあ、東京都のガイドすごくよくできてると思うんですけれども、うん、あれと並ぶようなのを政府でも作るとともに何かそのなんだろう理解を深めるっていうことですよねそれが必要かなと思いますねうん、うん、ありがとうございます有山さんいかがですか はいえっと、僕としてはあの、まあ、現場のエンジニアですね現場レベルのエンジニアとしてやっぱ考えているのは、うん、やっぱ内政化ですよね何をするにもまず自分たちで作れる体制を作る、うん、やっぱ使用書要求使用書をガッと書いて発注して出来上がるまで待って、うん、で,で出来上がってからオープンソースにしてって言ってもやっぱり。 そのタイムラグがあるので自分たちでまず作れる体制を作っておくっていうのはすごく大事だと思っています。あともう一つはオープンソースっていうのがたまに文脈としてオープンソースでコスト削減っていう風な文脈で使われるるよくあですね内製化もオープンソース化も別にコスト削減にならないからっていうことをずっと僕は言っててですね。だから逆に単 中期的にははお金はかかるよとただしっかり育てばそこから効果が出てくるかもしれないよという <laughs> いまとにかくあの息の長い話でですね単年単位とかの,あの予算で組んじゃうとどうしてもその評価がしづらくてですねなってしまうんですけど僕はやっぱ現場のエンジニアとしては内製化でコストかかってもですね息の長いその長い目で見てオープンソース化っていうのをやっていってもらえたらなと思ってます。 あ本当にこうやっぱプロジェクトマネジメント含めて GitHub 中心にやるとか、まあ、GitLab でも何でもいいんですけれども、うん、やっぱりそういうこう普段からあのそういうプラットフォームを使って開発をして納品も DVD で納品してくださいとかじゃなくて <laughs> あの普通にこうやっぱモダンな開発環境からやっぱちゃんとこう慣れていくみたいなのも必要かなとと思いました、ねはいままねありがとうございます新田さん、いかがですか。 今のまさに内製化っていうところの重要性だと思っていてあの、まあ、コミュニティの中でやり取りをするってことは GitHub の、うん、コミュニティのそのやられてる会話を理解をしなきゃいけないんですよ。はい、で私も最初4月に着任をして今村さんとかと天神さん清水さんのメールに CC 入ってるんですけど、はいはい、8割方雰囲気で呼んでるんですよ。 でちまり雰囲気読めてればいい方なんですよ行政なんて。このメールどういう意味ってから始まってしまって、はい、でそしたらもうその先ほどもお話しあったのでその説明を多分上の方にするっていうコストがものすごいかかるっていうのがあそもそも理解ができなければもう業者に任せあ事業者さんに任せってことになってしまうっていうのがあるので、はいはい、やっぱりその。 自治体ごとの京都も含めて内政化をするための、うん、その専門的知識を持ったひ、うん、人たちっていったものが重要なんじゃないかなって思いますそね。そのねその事業自体はものすごい数があってそれぞれいろんな組織がいるのでそこに一人一人詳しい人を送ってわけにもいかないので。 まあそういった意味であのぜひ g a v t ガブテック東京さんに解決に向けて頑張っていただきたいということを期待をした時間も最後の方になってきたので <laughs> まあそれぞれからやっぱ t e c t o k y o ここの場所でですねぜひ、まあ、まさにこう内政化とかそういった問題にチャレンジする、えー、ようなことを。えー ような組織だと思いますしあとまあこういうオープンソースに関してもです、ね、うまく活用するとそれぞれの区市町村を含めてです、ね、よりあの広がりの品質の高いサービスにつながっていくしデータ連携みたいなのもしやすいんじゃないかなと思っていますので、まあ、こ,のここから、まあ、こ,のこういうその感染症対策サイトを通じてそのオープンソースの力みたいなものが可能性みたいなのが をそのさらに広げていくためにそのガブテック東京に期待することっていうのをそれぞれ聞いて終わりたいなと思います。えー、じゃあ古川さん いききななり大きく来てどうううしようかなって思うんですけど <laughs> いやでも、うん、そうですねでも端的に言うとやっぱり今日あったことをかなりやっぱりあの今日出てきた課題とかを、まあ、やっぱすごくシンプルにでも言ってることは大体セッション1もセッション2も似てることがすごくいっぱいあってるので、まあ、そこをより職員さんであったりとかあと東京だけでなく他の地方自治体の方ですねあの僕はあの東京外の人間なのであのディステンじゃないですよいいよな東京はって人も <laughs> 予算も <laughs> 優秀なエンジニアも もいてとかそれにこれ俺の村はよみたいなとこはあるんですよ。<laughs> これはあのえっ、ー、と <laughs> ディスじゃないですよ。はい、なのであの株分けってよく言ってるんですけど、そっち側もぜひやってもらえばいいかなと思ってます。 ありがとうございいまますす平本さんお願いします僕はどんどんやっぱりショーケース作ってほしいなと思って今回のやつもそうだと思いますし、あのー、やっぱり国ってまだまだ動きが遅いというか制度改革っていうのに時間かかりますのでそういう意味ではどんどんこういうなんか革新的というかですね、あのー、まさにエンジニアと一緒にやってこう溶け込んでいろんなものを作っていくっていうのをすごくいい事例だと思うんですよねこういうのをどんどん作って他の県でも使えるぞっていう話と国でもできるぞっていうところで、あのー、ぜひ先導して頂きたいと思います。 いただきたいなって思ってます。うん、ありがとうございました。有山さん。はい、えっと僕もですね。あの、東京済みじゃないので、いや東京ばっかり <laughs> そうですよね。<laughs> ねわざわざ問いとこにありがとうございます。ずるいなと思いながら <laughs> はいで、あのその真面目な話を言うと、そのまあ、行政の方っていうのは国でもあの地方自治体でも全部あの皆さん、すごく優秀な方が多いんですね。うん だからそこにきちんと噛むことであの正しい方向に行けるようにこうそばにいることであのいい方向にどんどん進むっていうことは大きいと思うのでなのであのガ t テック東京さんにはです、ね、あの東京っていうところで、えー、その行政の,あのいいところを伸ばすというか。 まあ失敗する筋を潰すだけでも随分と良くなると思うのであの近くでいろいろと頑張ってもらえると安心できる嬉しいなと思います。ありがとうございます。 ちょっとコメントしづらいかもしれないですけど中,の人中なんですけど <laughs> ただまあ私あのこのサイトを3年やってる間って同時にコロナ広報っていうことで3年間やっぱりえと担当してたんですけどやっぱりその中ですごいデジタルサービス局さんにお世話になって当時。 やっぱり技術があればできるんだけど技術がないからできないっていことがものすごい多いんです発信の中でもホームページにものを出すにあたってもなんで PDF で出すかって PDF でしか出せないからなんです、うん、それが出し方が分かって食べろうだろうが何だろうが出し方が分かればそれは誰も否定はしないんですねただやる人がいないできる人がいないからそうなっちゃってるってだけなのですごくもったいないで行政はものすごいいっぱいデータを持ってるしものすごい発信すべきものを持っているのでやっぱこのデジタルの力の サポートっていうものがあればどの自治体ももっともっといい情報が世の中に出ていくはずなのでこれは非常に期待をしているところです。すはい、ありがとうございますはいありがとうございいますとうことでそれぞれお話を聞いてまいりました。あの本当にこう ガブテック東京ってすごくこう期待されていますしあのまあ共同化とかいろいろ言ってますけどえぜひオープンソース戦略みたいなものもなんかあの力を入れてやっていっていただきたいなとえ我々は思いますし Code for Japan としてもまさにそのメンテナンス含めですねこうサポートするコミュニティみたいなものをどんどんこう作っていくお手伝いもしたいなというふうに思っておりますというところでこのセッション終わりたいと思います。皆さん どううもありがとうございいましたはそれではここからはですねパネルディスカッションということで、はい、皆様にお話をお伺いしていきたいと思います。テーマはですね対策サイトのクロージング今後の官民競争ということで進めてまいります。 はい、対策サイトも今年5月にクローズをして、まあ、ここまでに本当に社会的にもこのプロジェクトを大きなあのインパクトを与えてきたものだと考えているんですね、まあ、その中で今後、まあ、これまでの官民競争の取り組みを生かしてどのような形を作っていけるのかというところをですねお伺いしていきたいと思いますはい申し遅れましたあの私今回モデレーターを務めさせていただく一般社団法人リンクデータ代表理事の下山と申します はい、あの簡単に自己紹介をさせていただくとですすねあ,ありがととうございます <laughs>、はいま簡単に自己紹介させていただくとあの特にデータ利活用とかオープンデータというところを専門にしているものです。今、所属はたくさんありましてあの国や市町村や、まあ、あとはあの民間企業の方でもあるのでちょっとたくさんあるので活用させていただきますが、はい、あとはですねあのまあちょっとこちらもオープンとあるんですけれどもやはりこの。 マインドもデータも全部こうオープンにしていくのがいいと思っているもので、はい、あのそうですね。はい。なんか <laughs> んなあります。緊張してる？<laughs> すみません、ちょっとあのいきなりこう私から始めるのかというところで、ね、お断 <laughs> りをらな板します。<laughs> はい、まあ、ちょっといろんな活動をしているんですけども、その中であの東京都のコロナ対策サイトの方もですね、あの最初の頃特にデータのフォーマットをいかに標準化して、それで他の市町村の方々、他の都道府県でも使えるようにしていくかとか、ですねあとはあの、まあ、本当にこのデータの見せ方、この COVID-19 というちょっと脅威、いろんな人に不安を与えるような情報をいかにこう冷静に受け取ってもらうように発信をするか、どういう見せ方が適切なのかというところを、まあ、特にこう の専門的な観点から技術的な観点からも一緒にちょっと作らせていただいたというものになります。はい、ということでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではあの本日の登壇者の方ご紹介させていただきます。まずはあの皆様も本当にもうあの同じお馴染みといったらですね。<laughs> はい、あの宮坂さんです。よろしくお願いします。はい、どうも、東京都副知事兼ガブデック東京理事長の宮坂です。今日はよろしくお願いします。<laughs> はい続きまして武蔵大学の庄司先生ですねよろしくお願いいたしますはい、えー、武蔵大学の庄司と申しますまあ今日は多分この官民競争とまあデジタルみたいなことの20年ぐらい研究している研究者として、えー、参ってますどうぞどうぞよろしくお願いしますはいそして東京都の寺田さんですねよろしくお願いいたします。 はいえっ、ー、と富山県版の対策サイトを学生時代に作っておりました、えー、今は社会人になりました寺田ですよろしくお願いしますはい、はい、そして今日あの肩書きとしては元東京都と載っていますがはい、はいはい、天神さんです,よろ,いいす、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします元東京都の天神と申しますあの冒頭でも挨拶したんですけども主にデータ整備データ提供というなかなかこう んですねインタビューされても記事にならないような部分、そのあたりをこう担当しておりましたなのでねあの話題の中では本当にあの苦労された職員の方とかいっぱいいらっしゃるんで、そのあたりもちょっと触れていきたいなと思ってますよろしくお願いします。 はいいいよろししくお願いいたします意外と皆さんの自己紹介がすごくコンパクトだったのでもう少しいろいろお伺いしていきたいなと思うんですけれどもそうですねあのまずちょっと、まあ、順番ちょっと端っこくらいになってしまうんですけど天神さんにですねお伺いしたいと思うんですけれども特に私もですね天神さんに本当にいろいろお世話になりまして、えー、特にこう日々のこのサイトの更新のためのデータのところですよね、はい、でここがですね本当にいろいろな想定外のエラーとかですね サイトの少しでもこう表示のエラーとか起こってしまうとやはりこう不安を与えてしまうということで迅速に対応する必要があるとただ、東京都側の職員の方々も手入力で毎日更新されているのでそれをですねいかにこう間違いを少なくする仕組みを作るかとか、はいはい、起こった時にどうやって迅速に対応するかということで本当にいろんな日々やり取りをこうさせていただいてそ,、ねはい、そのあたり振り返ってみていかがでしょういいや本当実はの対策サイトすごく短い時間でこうあの 解説までこぎつけたっていうのが話題になるんですけど実はその前にですね2年以上私を含めての清水さんも含めてですね腸内のデータこれをどんどんのオープン化していこうっていうことでデータの洗い出しとか本当にあの泥臭い仕事を2年以上続けていったんですねなので腸内のデータの性格っていうのはもう本当によく分かっていてこのサイトの話があった時にじゃあこうすればできそうだっていうのはもう頭にあったんですね ただ、あったんですけどあの出てきたデータは PDF なんですよ。<laughs> さあ、そこからかっていうのがあって、まあ、それが第一弾ですね。で、まあ、ローデータは絶対どっかにあるんで、そのデータの発生源、それをたどっていって、できるだけこう PDF じゃない、の生のデータをどうにかしてこうサイトに展開していこうと、まあ、そういうことをあの職員の方とですね、えー、やっていきました。ただやっぱりあの 一つあるのがですね、機械可読性が高い形のデータっていうのは必ずしも人に優しくないんですよ。うん、で特にあの最初のねセッション1で出てきましたけど、最後あの300万行こんなのをですねあの機械可読性が高いデータでこの管理できるわけがないんですよね。なのでそこの工夫っていうのはあのよくしていましたで。あともう一つあの,あのすごくあの厳し デデーータタなんですよ元々のデータっていうのはだから絶対こう間違いがないように二重重三のこうチェック体本当に職員の方がですね現場の職員の方が二重で、えー、データをチェックして最終的にデータをあの公開するデータを作っていったんですけど、まあ、ちょっと私なりの工夫としては最後、えー、データをアップロードする際にアップロードした時にあの例えば分かりやすい住所とか。 よくある名字とかそういうのが含まれていたらアップロードを取り消すっていうのは自動の仕組みを入れてそれで個人情報の漏洩をブロックするとかねそう本当に二重三重のことをやっていってできるだけこう職員の方がこう安心してこうデータを更新できるよっていうのをこう日々積み重ねていったっていうのがあるんですよねそういった工夫はなかなかこう記事にはならないんですけど <laughs> あの日々日々やっていって。 で最終的にはあのオープンデータの形になってこう,う皆さんに使われてたっていうまあそういう流れになってますね。うん、なるほどありがとうございますいや。本当に天神さんのような技術的な知見も持っていてしかも都庁の職員の方々とコミュニケーションを取りながらそうやって調整をしていただいたことが本当に大きかったと思うんですね。ちなみに天神さんはいつから都庁の入,入庁されて、うん 何年目くらいで今,今回のコロナの話が来たんでし入庁はです、ね、2017, 年の11月年2017年の11月なのでコロナがその約2年後ということなので僕の野望としてはこう、うん、都庁入りましたと。 でオリンピックにこう多少関わって次どう考えようかなと思ったら、まあ、コロナが始まりオリンピックが1年延期になりあげく無観客になり自分の買ったチケットどうなんだっていうのはそういうのもありながら <laughs> ああのやっぱりコロナにどっぷり使ったのでその後とはもう3年ほぼ3年そうです、ね、あの新田さんとかと一緒に、ね、ずっとコロナの対応してまいりました、まあ、あの対策サイト以外にも、ね、あのワクチンですとかそのあたりもこう関わってきて えー、約3年っていうところですね。なるほど、まあ、ち,ょちょうどというかですねこの2年間でそれだけいろいろなデータの整備とかいろいろ対応していただいた土台があったからこそ今回立ち上げることもできたというのはすごく今、はい、理解させていただきましたありがとうございます、はい、ではですねちょっと順番にまたお伺いしていきたいなと思うんですけれども寺田さんにお伺いしたいのはですね特に富山の方でコロナ対策サイトを立ち上げられたというところで。 それをきっかけに、今都庁に入庁されたということでですね、その立ち上げてそこからこう都庁に入ろうと思った経緯はどのようなものだったのか、ちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、最初あの、私もちょうどオリンピックのボランティアに応募していたんですけど、うんはい、延期になって、 でちょっと何もすることがなくなってしまったというとちょっとご弊があるんですけどちょっと時間的な余裕ができたところでこのコロナの対策サイトの派生版がいろんな自治体で出来上がっているそれも有志でっていう話をですね SNS を通して聞いたのがきっかけで自分もちょっとチャレンジしてみたいなと思ってまずこのコロナのサイトとたあの出会ったのですがその後 一人ではやっっぱちょっと <laughs> 心細くてあの困っていたんですけどそこも SNS で Code ドフ r t 富山にあるコミュニティがありましてそことの方とつながることができましてあの一緒にやっていこうっていう話になりまして、えー、県庁の方とも連携が取れて公認サイトとしてあの立ち上げることができました。でその後 データ自動化もできたのでほとんどあのコミュニティの数としては運営していたのはほぼ数人といったレベルだったんですけどあのつい最近まであの運営させることができましたでそういった活動を通してやっぱ東京都がこういったあの活動をしたのがまあ私にとってはすごい衝撃的で人生が変わったような出来事だったので東京都に,について関心を持ったというところです。 なるほどあの。これちょっと聞いていいのかわからないんですけれどもあの富山県ではなく東京都の方にこう <laughs> 興味をおっしゃっている。はい、あ,あ、大丈夫ですあの、富山県の人多分聞いてないと思うので大丈夫じゃないかと思うんですけど、ね、<laughs> やはりあの東京都のこういったあのオープンソースにして他の地域にもこう展開をするような、まあ、そういうあの決定ができる方と、まあ、あとその技術があるというところはやはり魅力的だったとかそういった理由だったんでしょうかね。 そうですね。やっぱ先陣を切られていたのが東京都だったということで、えー、まあ、選ばせてはいただきました。なるほど。ちなみにそのコロナの対策サイトなどをこう手掛けられていたのはもともともうエンジニアとしてこうあのいろいろな技術もご存知で、こう東京都の方も今エンジニアとして入られている技術職として入られている形なんでしょうかね。はい。えっと学生の頃もコンピュータサイエンスを学んでいて。 その中で何かその実際社会に貢献できるもの何かなっていうのを探してていろいろコンテストとかは出していたんですけどこういう実際のプロジェクトとして携わったというところです。今はそうですね芸術職として入庁しています。なるほど。 すすごいですねこのもう天神さんや寺田さんのようなこういった技術的なエキスパート本当にコンピューターサイエンスを専攻された方とかも東京都にどんどん集まってきていると、はいそ,うですね、そのあの宮坂さんこういった優秀な職員の方々を引きつけるというこの働けるようなところを作っていくということでこれまでにもいろいろなお取り組みされていると思うんですけれども特にこういった優秀な方を集めるために工夫されているところとかございますかうん、そうですね。 まあ今日もまさにたくさんの人に来てもらってあわよくばガブテック東京に入ってほしいなっていうちょっとあの下心がものすごいあるんですけど <laughs> まあやっぱり何か、まあ、何かプロダクトを作ってどんどん情報発信することがすごい大事かなと思いますね。でやっぱいいものいいものを作るいいものとかインパクトのあるものを見て初めて人ってそこでやってみようかなと思うと思うんですよ。 インパクトのあるプロダクトのない組織で働きたいと思う人ってあんまりいないと思うんでやっぱりできるだけこう,こういった社会的に役に立つインパクトのある品質の高いサービスをたくさん出していくっていうのが最大の人が来てもらえる最大の力になると思うんですよね、まあ、そこはすごく考えてますね、はい、なるほどありがとうございます特に宮坂さんも着任されて2019年からでしたよねそうですかねはい。はい、あの2019年からでそれでこの2020年のこのコロナという が訪れたと、まあ、そこでこうあのなかなかこう1年後とかにすぐこ,うこのようなタイミングでそういった危機が起こってしまってその時のこう決断をする立場でこの対策サイトも立ち上げるとかです、ね、迅速に決断されて立ち上げられてきたんだと,だと思うんですけれどもあのこういったその迅速な判断を求められた時に、まあ、どのようにこのそうです、ね、あの協力体制を作ってこう立ち上げていこうとかそういった決断をされたその でしょうね、その時のこう心象など教えていただけたらと思うんですけどいいかがでしょう、はい、そうでうはそすねもともと知事がやっぱり情報発信をちゃんとしないといけない類のものだっていうのは結構早くからおっしゃっててそれで相談があってじゃあやりましょうみたいな話に、まあ、自分がやりますってことになったんですよね。で、まあ、僕は2019に入ってそれまでいくつか仕事をしてたんですけどあのこう組織が変わったりとか社会が変わる時って。 ななんんか得意なタイミングってあると思うんですよそのタイミングにうまくこうプロダクトがはまるとすごく広がるけどタイミングがずれると広がらないっていうことってやっぱあると思うんですよねで例えばテレワーク1個取っても都庁ですら今テレワークやってるんですよもう5年前なんか絶対ないよね、うん、なんできないって言ってたわけですよ w i −なイファイもなかったですからそうだよね Wi−Fi なかったですから。 やっぱ、それはやっぱりコロナっていうのは、すごくその世の中が変わる、すごく大きな転換点で、まあ、それは割と早く、そういうなる予感が多分あったんでしょうね。で、このプロダクトで、デジタル行政の中のデジタルの力を証明するには。 それまで正直半信半疑じゃないですかみんな行政の中のデジタルのデジタルって本当に役に立つのとか紙と対面で回ってんのがいいじゃんみたいな話もやっぱりなくはないわけですよね。そういうのは平時にいくらわー,ーやってもみんなわかんないですけどタイミングの合う時にやっぱりインパクトのある仕事をすると一気にこう変わる可能性があるんでこの仕事はすごく自分もしっかり頑張ってやらなきゃなと思って、まあ、結構、ね、天神さんと本当にいろんなチームを集めてやったって感じですかね。はい なるほど、まあ、ある意味、この契機にその対策をコロナに対する対策だけではなくてその行政を変えていくチャンスにも活かしていこの3月の段階ではそこまでは思ってなかったですけど、まあ、でも多分、大きな転換点に来てるそのなんか大きな波,の波が来つつあるそのコロナの波じゃなくてその行政が何か変わる社会が変わるすごい。 なんか転換点みたいな雰囲気はみんなもあったと思うんですよだからこれだけたくさんの人が最初にコンティビュートしてくれたんだと思うんですよねだからあのこれはやっぱ逃しちゃいけないちょっとチャンスという言い方をするとちょっとあのコロナの方にごめんあの不謹慎かもしれませんけどデジタル化を進めるっていう意味においてはこれはものすごいなんか転換点でここで打席に入らないとものすごい損するなと思いましたね。はい、なるほどありがとうございいますはい それで,はです、ね、あのちょっと庄司先生にもお伺いしていきたいと思うんですけれども、はい、まあ今回ですね、まあ、このコロナ禍というものに対してこういった新しいこう競争の形が生まれてきたと。まあ、それがですね、まあ、こうういったもう 今日もお話セッション1、セッション2でもお話しいただいた方の中からも,もう人生が変わったというコメントもあったんですけれども、うんまあ、そういった個人からあとはあの社会や、まあ、行政やこう社会に対しても大きなインパクトをこう与えた側面があったんじゃないかと思うんですね。そのあたりをこのシビックテックというものをずっと長く研究もされてきた庄司先生の立場からどのようにご覧になっているかちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。はいあのー、私 えー、2002年にあの大学院修士出てで、まあ、いわゆるシンクタンク的なところで働き始めてでその頃からずっとこういうあの行政のというよりはその地域社会のデジタル化をずっと研究テーマにしてで、まあ、そこでこう官民の共同競争というのをこう見てきたわけですね。であの日本ではあの災害が一つきっかけになってこういろいろ進む ですよねえー、古くはあの、えー、阪神・淡路大震災でインターネットって素晴らしいみたいな話があったりとかですね、えー、それからあの、えー、新潟の,あの地震で。えー まあ、SNS とかですねあとその車の,あの、えー、何ですかカーナビのデータの活用とかってのが始まってでその仕込みがあって2011年東日本大震災でいろいろ取り組みは出たんだけれどもこの辺はもう関さんとか詳しいですけどいろ、えーまあ、んなものがぶわっと立ち上がったけれどもまさにそのデータが使えないみたいな壁にぶつかったりとかしていろいろいい話もあったけどものすごい課題も出ちゃったっていうのがあの東日本大震災でしたと。 であのその後とも、まあ、熊本の地震とかです、ね、いろいろあって、えー、その都度まあ少しずつこう,こういう取り組みっていうのは、まあ、成熟してきてはいたと思うんですけれどもやっぱり今回、えー、そのコロナで、まあ、こうなったらいいなというです、ね、その官民競争とかあるいはその事例が横展開していくとかそれがすごいスピードで起こるとかですねそういうことが、まあ、かなり形になったと。 いいうふうふには思いますただあのずっと続いている課題もあってそれはあのこの前のセッションでもあのいろんな方おっしゃってましたけどやっぱり瞬発力はあるわけですねみんなボランティアで来るからあのお仕事じゃなくてえっとボランティアで「非常時だ!」ってこう来るからすごいみんないろいろ集まって共同して、えー、こ瞬間的なパワーは出るんだけれどもやっぱり それはもうボランティアで本業でやってる人たちじゃないからあのそれをこうずっと長く続けるというのはう構造的に無理なわけですね。だそれをじゃどうやってやっていくかっていうところで、まあ、今回の,あの場合は Code for Japan が主体だけれどもそこはもうちゃんと委託関係でやっているんです、ね、ボランティアでよろしくではなかったっていうのはすごく良かったことだと思うし、まあ、こうやってこうちゃんとあの振り返りながらですねあの瞬発力でみんなわあよかったねで終わらないで <laughs> ちゃんとこうやってね。あの っていう風にされてるとかっていうのもまあ良かったんだろうという風に思います。で、そうですね。ただあの私はえっと小池知事が就任した直後だから2016とか7とかですかねのあのにこう会議のメンバーで東京都を呼んでいただいてその段階でオープンデータとかいろいろ言ってたけどすごいあの。 冷たい空気を <laughs> <laughs> 申し訳ありません。<laughs> まだ宮坂さん来る前ですからね <laughs> <laughs>。あの、そしてでだけどあのあの姉妹都市のニューヨークがあの市長が関与してオープンデータプロモーションしてますよと東京都もこうその表彰するんだったらこう知事呼ばなきゃダメでしょうって言ってこう呼ぶようにお願いしたりとかあのハッカソンとかも。 いや会議室じゃだめですとか言ってですね <laughs> こうあのやったりとかですねであのアイデアソンキャラバンっていうのをこうあの、えー、都内各地でやったりとか、まあ、そういうの仕込んできてやっぱりちょっとずつちょっとずつですねこう官民の間があのこう冷たい感じだったのが温まってきたっていうのはすごく感じますよね。はい、っていう感想でいいですか、ねはいはい、ありがとうございます。 はい、あそうですよね庄司先生も2016年とかそのくらいからもずっと東京都内の方でもこう活動されて,きてやっぱり積み上げがこうだんだんこうつながってきているというところですよね。うんは そうですね、まあ、この今回、ちょっと官民競争というテーマでかあの話をしていくんですけれども、まあ、こ,のここまでのセッションでも結構、この難しさというところはいろいろ出ていたと思うんですね。あのまあ私自身も結構行政の方にも入るようになってその民間側のロジックでは通じないところこういう理由でここが止まってしまうんだなとかもよく理解したところがあったんですけれどもそうです、ねまあ、特に都庁の中で天神さんも。 最初公民館から入ってそれでこう行政側の方と共同してでさらに今回のコロナ対策サイトではシビックテック団体と一緒にやり取りをしながらというなかなかあの面白い立場というかどちらも見れる立場だと思うんですけれどもそこでのこう苦労とかこのようにこう心がけて乗り換えてきたというところがあった僕自身のキャリアからいうと最初大学卒業してあの国内の SI ベンダー まあ、医療機器事業部だったんですけどそこに入ってそれから外資に行ってその後東京都っていうだから、まあ、3つ知ってるんですけども、まあ、東京都入ってすぐはですねもう,あのもうカルチャーショックの毎日ですね。<laughs> もう心の中でですね、もう毎日一万回ぐらいヘイボタンを押すんですよ。<laughs> そんなんなの、そんな,んなの、みたいな、そんなことやってんの、みたいな、そういうの、ううの一番驚いた。何だったんですか。か <laughs> 何一番驚きました、その時。一番、一番のくすぐった方のね、課長って言われるんですね。あ,<ー>あの、外資系で課長って言われると、大体悪い時なんですよ。<laughs> だから、もう、それを言われるために、ドキドキこうしながらやる。まあ、そんな、そんな、本当にカルチャーギャップ。 <で>自分はやっぱネットワーク環境だったね <laughs> 一番だから僕は官民競争が進まない理由って1個ネットワークの世界観が違いすぎてんかやり取りできないっていうのはすごいあって本当、はい、ねそこもうあのアフターワークのセッションでも言おうかなと思ってそこの苦労は、まあ、まだねあの回避されてはいないんですけど、まあ、あの技術もだいぶ進化してるんで、まあ、そこに期待してるところではあるんですよね。うん でまあ、話をの民間の方に戻したの共通点と違う点ってやっぱりあって共通点はやっぱりあのなんでしょうね、えーまあ、民間もあの官民共争も官の中でもそうなんですけどやっぱりあの大きなプロジェクトとか大きな話になるといろんな部署がこう関わってくるでいろんな人が関わってくるでその中でこう,うまく回そうとするとまずあの信頼関係気かないと。 ままずもうどこだってうまくいいかないんですよで今回の対策サイトの場合であのポイント2つあってこれ僕どこでも言ってるんですけどまず1つはですね最初宮坂さんがこう分かりやすくですねこれもう東京都だけの問題じゃないもうこれであのメンバーがもうなんていうですね一方向にこうドーンと向いたんですねっていうきっかけがありましたと。でもう1つはもう分かりやすかったのあさっきのセッション1セッション2でも出てきたんですけどファクトを伝えるんだ っっていいう分かりやすす目標だったんですね、まあ、そこであのさらにもうポーラアスターがこうみんな見えただからあのセッション1とかねあのいろんな立場の人がこう出てましたけどもあの全然違う立場なんですけどもうすごい信頼関係があるっていうのは分かったんじゃないかなと思うんですまずそこ,そこをちゃんと気づけるかどうかっていうところだと思うんですよね。で違うとところはやっぱりあの文化とか どうしても民と官って全然違うところがあるんでお互いにこうそこを理解した上で、あでプロジェクトを回さなきゃいけないっていうそこを理解できるかどうかっていうところがあるんじゃないかなと思ってますだからまあいろんなところで活用してほしいんですがまずのトップのメッセージが非常にクリアだったそれをあのメンバーが理解したで一眼向いたで最終的にそれがあの対策サイトの行動指針でありますよね。うんうん あれに結びついたんですよね、うんでえー、宮坂さんの分かりやすいメッセージから行動規範行動原則まであの非常に分かりやすかった、うん、だからそれがすごく大きかったんじゃないかなと思ってますそういえばですね今伺ってて思ったのはあのこう組織の文化が違う人たちが えー、一緒にお仕事をしようとしたら我々の社会では普通飲み会をするわけですよ。<laughs> だけどコロナだからできなかったわけですよね。それなのにここまで行ったっていうのはすごい画期的なことなんじゃないかと思うんですよね。でだからそれはおそらくその SNS でこう常時接続してお互いなんかこうあのなんていうかこうコミュニケーション日々やる。 やってなんとなくこうどういう人かもわかるっていうこう違う信頼関係の築き方をしてたっていうのがあるのとそれからさっきおっしゃってくださったようにあの行動指針って本当素晴らしかったと思うんですよね。や、えー、やっぱ人と人とがやる時にこう このためにやってるよねとかこういう方針だよねっていうのをちゃんとこう見える化していたっていうのが良、うん、かっただからそういうオープンなコミュニケーションと、まあ、そういう常時接続みたいなのが飲み会を超えたっていう <laughs> <laughs> ことだったんじゃないかと超えたどころかあの実はあのこの場で物理的にお会いする人が初めてなかったから実は僕の立場でも多いっていう。<laughs> うん うん、それでもこ,うこ,うここまで集まってくれる対策とはすげえなっていうのがこう、うん、確かにそうですよねあの、もしかすると立ち上げの時初めにお会いしてからふ、ね、<laughs> <laughs> 普段本当にあのネットワーク越しでやり取りしていると、なんか普通にこう今、チャットツール使うとも会話しているような感覚になってしまうので、うん、なんかもう全然久しぶりな感じがしない、うん、<laughs> というところもありますただ、あれですね、やっぱり最初に会っとくと会ってかないとじゃ、うん、やっぱり違いますよね。 ねまあ、今あ、こういった都庁の中でもこういった信頼関係を作りながらこうやって作り上げてきたというところをお話しいただいたんですけれどもそしてあの寺田さんも今、都庁の中でこう新,新しくというかあの富山のサイトの件をきっかけにこう働かれているということでですねの今、ちなみにどのような業務を担当されていたりするんですか今はあの民間企業に派遣されておりましてクラウドサービスであったり生成 AI などの業務に携わっています。 なるほど。そうすると、こう都庁の職員の方々ともコミュニケーションを取りながら、民間の方にも都庁の職員の立場でこうコミュニケーション、こう働いているというような状況でしょうかね。うそうですね。もう民間企業の社員として、あの出社は民間企業の方に行って働いています。うん、はい。なるほど。その対、富山での対策サイトを作ったり、そういった経験ってこの都庁に来てからこうあの生きている部分とかですね、あの。 ああののの時の経験がこう役に立っっていいるというものはあったりしますかねはいまずここのプロジェクトに携わろうと思ったきっかけがすごいかっこよく見えたんですよね皆さんのことがかっこよく見えてなんかその東日本大震災の時は自分小学5年生で何もでできなかったんですよですごい怯えてた何もできないなって思ってて学生になって自分の手で何か作れるってなった時に。 まこれはビッグウェーブだぞと思って <laughs> <laughs> ちょっとあの携わってみたところ結構もう皆さん本当ご親切に何も実際あったこともない方が支えてくださってもうチームとなって作れたかなと思っていますそういった経験がですねあのやっぱその腸内の方にもそういう理解があると言いますかあの新田さんのようにそういった ことに対して前向きな職員がいたほうが絶対やりやすいと思ったので中からそういうご支援ができたらなと思っていますなるほど、その時のこの成功体験というかこのご自身もすごくこう社会のためにこう役に立てた役に立てる力を持っているというのが今の自身につながっているというところはありがとうございます。本、はい、本当当にに各地でそういったあの本当にあの 富山もそうなんですけれども寺田さんのようにコミットしていただける方がたくさんいらっしゃってそれで今あのそ,れそれをきっかけにこう行政側にも入って活躍されている方も他にもいらっしゃるというところなんですよね,、はい、そうですねこの宮坂さんも今あのお二人のお話を聞いて民間の方とあとはもともとの行政の方とこう今本当に 東京都は都道府県の中でもかなり割合としてはもう多い方じゃないかと思うんですねそういった民間人材が入ってまた、東京のような新しい仕組みを作られているとそこでこ,うこれまでの既存の行政がこう変わってきているというような感覚とかちょっとこのように今後も変えていけるんじゃないかというようなそういったちょっと希望というものをお持ちだったりはするでしょうかねはいあの今日まあ官民競争が、ね、テーマなんで官民競争という視点で話をさせてもらうと今までは まあ民民のの人に官に官官来てもらう官民競争の仕方ですよね、まあ、採用っていうやり方と発注する調達するっていう,こう2つのやり方だったと思うんですよ結局のところで前者の方は最近レボルビングドアとかやれてるけど、まあ、結局採用ですよね、まあ、雇用するか調達するかっていうのは今までのこう官民競争の姿だったんですけどやっぱそれ,それに変わる変わるっていうかそのプラスアルファのこう第3の道がやっぱ多分いるんだろうなと思うんですよね。調達まあ、今回はまさにその形としては 委託行動 for ー a ンさんにしてもらってそこからありましたけど、まあ、これだけたくさんの人が貢献してくださってちょっと第三の道っぽい感じになってると思うんですよねだからやっぱり官民採用だけだと結構限界もあるし調達だけだと多分こういうのって使用書かけないじゃん今回の仕事って <laughs> さっきもあったけど最初1から始まって4万までいく使用書でどうやってかけらみた感じだよねだからその調達でもない雇用でもないこう第三の 道っていうのを官民競争の道っていうのをやっぱり作んないといけないかなっていうすごい日頃考えてることなんですまど g a ック東京その一つとして作ったんですけどね、まあ、その一つとしてまあ対策サイトもあのさっきね新田とか出ててすごいあの裏側ですごい頑張ってる職員がいっぱいいたんですけどもし今ガブティック東京があの時にあったら多分ガブティック東京が結構全面達成な気もするんですよ。こうでもっとスムーズに 都庁の職員も仕事がしやすかったかもしれないし、まあ、民間の人もやりたかったと思うんですよね。あの時なかったんでいきなりその官と民がダイレクトにオープンソースコミュニティで向き合うっていう本当にこう水と油みたいな <laughs> 世界観をこうなんとかこうあれコロナだからできたと思うんですけど、まあ、やったわけですけどその後やっぱり自分の反省点としてはいくつか1個か2個作ったのかなオープンソースプロダクト作ったのやっぱ広がりきらないんですよね。 じゃあ、これをさっき翔士先生もおっしゃいましたけどオープンデータのプロダクトを先週も都知事早かさんこの場所でやって本当にいいプロダクト出てきたんですよすごいのいっぱい出てきちゃってすごいなと思うんですけどやっぱパセ力があるけど実力をどう取り入れるのかっていうのはすごく大きなテーマでそれは採用でも調達でもない第三の道みたいなのを作っていかないとこの流れが大きくならないのかなってすごい今日々一番考えてることかもしれない。うん なるほど確かにあの先にもうガブテック東京があったらまたちょっと違う形になったというのは結構まあいろいろ想像するところだと思、はい、そうですねだからあのガブテック東京ってって共同化をするっていうのが一つのコンセプトなんですよ東京都と62区市町村があってもともと東京都の中の各局もバラバラで調達してたんですよね 例えば RPA のソフト買いますとか PDF の編集ソフトとかいろんなものをこうバラバラで買ってたんでまず都庁の中を共同化しようっていうのでやっていて都庁の中を共同化するんだったら62区市町村も全部やって62プラス1でやろうよっていう話今やってるんですよ。でその今ちょっと今日一部二部聞いてて思ったんですけどその出発点は実はこれだったんだなと思うんですよね。そのの対策サイトっていうものを 1>, 1から始まってさっき60以上あったって話がありましたけどだから共同化の第一歩はここだったんだなと思うんですよね。あれをこうどうやって日常的にこう種類を増やせるようなこう持続的に共同化プロダクトを作り続けていくような体制が作れるんだろうかってのはすごいあの今日の話を聞いててあこれが実は最初の共同化だっただなと思いましたね、はい、なるほど庄司先生。いいですか、はいあのー 私ですねさっき歴史的にその災害がこうきっかけでいろいろ進んできましたよねって話をしたんですけどもし今日この次の瞬間に直下型地震がここで起こったら僕らはどれだけうまく対応できるだろうかっていうことを考えるべきだと思うんですよ。でそうするとあああの情報まだ共有できるフォーマットじゃないとかですね。あの 情報とをこう自治体ごとにどうやって集めるんだろうとかですねこう途端に不安なことがいろいろ浮かんでくるわけですねあるいはそのシビックテックの人たちとどうやってプロジェクトを立ち上げようか あの時はまはなんとなくうまくいったけど、えー、と今回どうしようかっていうのがもう次の瞬間の問題として立ち上がってくるわけですよね。そういうことを考えると、まあ、まず、やっぱりこのガブテック東京は使うべきだろうとです、ね、その行政のルールとか行政のネットワークとかの中ではできないことがいっぱいあるので、えー、やっぱりそういう備えとしてもやっぱこういう場所があった方がいいだろうというふうに思いますしあとこのオフィスは使えますすねねそうですよ都庁の中に、まあ、東京50人ぐらい来てくれてますけど。うん なんか地震が来たんで50人の皆さんが手伝ってくれますってちょっと入れませんって話になるんですけど <laughs> こ,ここのフロアは一応あのオープンに入れるフロアなんですよ、うん、だから場所1個取っても1個できてますよ、ねうん、そうなんですよね,そうなんですよねだからそういうことを考えながらあのこう平時もです、ね、あの競争の準備をどんどんしておくっていうのはすごい大事なことだなというふうに思いますね。 行政が持っているデータの性格として大体、だいたい更新比率って、まあ、1年とか半年とかなんですよ、平時の場合はこれがコロナの場合は大体、まあ、24時間う、まあ、毎日毎日更新頻度が上がるし最後、50万アクセスでしたっけだからもう急激に災害になるともう桁が2つ、3つ変わっちゃうんですね、やっぱりそういう特性を,を理解して進めるっていうのが必要かなと。 思いますねあのデータから見ると本当この極端な差っていうのはやっ厄介ではあるんですけど技術者としてはあのやりごたえあるかなって思いますねいやそうなんですよねこうデータも本当に日頃備えが重要だと思っていてあと今回の仕組みももっと他の例えば他の感染症の対策にも使えるんじゃないかとかもちょっと考えていたところもあったんですけれども、うん、まこの仕組みをもうあのコロナが収まったからということで。 まあそのまま今回はクローズしたという形なんですけれどもまた少しこの仕組みを生かせるところが他にもないだろうか例えばいろいろなデータをチェックする仕組みであったりあとこういう競争の体制も全すべてなんですけれどもこういうちょっと今回生み出されたものが次にいろいろ生かされてくるんじゃないかなと私は期待しているところがあるんですね。いというところであの今回はですね本当にこの対策サイトをあの関わってこられた皆さんにお話を伺っているというところであのこの経験をですね次今度 あのこの先どういうふうに生かしていきたいかというのをですね改めてちょっと順番にお伺いしていきたいと思うんですけれども、そうですね、ではあのちょっと展示さんから順番にいお願しょうか、はい、じゃあ2点ほど、まずあの今、本当に職員の方で、えー、地道にこうデータ整備を携わっている人に伝えたいんですけど、ここは本当にですねもう泥臭い仕事です。ななかなか日の目を見ませんし き今日話した一部なんかこうあの記者さんにこう話すんですけど全ま,あまあまあ記事にしてくれないわけですよ <laughs> なかなかでもですねあのそういった職員がやられてることっていうのはもうあの正しいです間違ってない絶対間違ってないであの打ち上げ花火みたいにこう日の目を見るってことはないかもしれないですけどそれがないとですね、今回の対策サイトだってできてないですし で自分の中でその現場で頑張っている人の中でこう頭でこう,こうありたいっていうのはもう絶対正しいですでなかなか理解される人がこう周りにいないとは思うんですけどそれはあの自分を信じてです、ね、あのど,んど,んどんどん突き進んでほしいと思いますあのいつか絶対日,日の目を見るときがありますなのでそういう意味ではもうめげずに頑張っていただきたいなと思いますで2点目はです、ね、やっぱりあのどうしても災害起点の話が多いんですけど の普段から例えばードフォ4とか c i v i c t e c とかの信頼関係を結んでおくっていうのがやっぱり大事だと思っていてそうするといざという時にこうパッと集まれるで,できる人がこう集まれるでなおかつ信頼関係ができるそういった日々日々の役立つ活動っていうのを まどうすればいいかっていうのはこうアイデア勝負なところはあるんですけど、あのそれはああで継続していってほしいかなと思います。はい、テジさんありがとうございました。はい、それでは寺田さんにもお伺いしてよろしいでしょうか。はい。えっとまずこのプロジェクトを進めるにあたってですね、本当いろんな先人の知恵といいますか、いろんな方々のコミットが集まってできた一つの対策だと思っていますので、まあ全ての関わる 方に対しして感謝申し上げたいと思います。で、そのコミットをするにあたってやっぱそのデータが必要になってきてそのデータを出していただいた職員の方々とても苦労されたんじゃないかなと思うんですけどそういった方々に対してもそういう感謝の念を持っていますし今私は職員となったのでそういった先人方が作られたこの素晴らしい 功績を引き継いでいけるような人になりたいなと思っております。以上です。はい、ありがとうございます。はい、それでは正治先生もお願いいたします。はい、あのまあさっきじゃあこの次の瞬間あの地震が起こって対策できますかっていう話をしましたけど、まああのそういうことに向けてやっぱり準備をやっぱりしておくべきだろうというのがあります。で、まあ、今回これだけこういろんな人が関わって、えー、大きな そのプロジェクトに取り組んで、まあ、結構成功したと。 いうことであればやっぱりその成功のポイントは何だったかっていうことをやっぱりちゃんと言語化して次に生かせるように残しておく必要はあると思うんですよね。そしたら次何か起こった時もそれをこう引っ張ってきてそれを参照しながらこうやっていけばいいまあ反省点もいっぱいあるんですけどあの反省会しろっていうよりはよかったことを残しておきましょうっていうふうなことをまあお勧めしたいと思います。でででああののさっっきちょとと自分でツイッターに投稿してていいいいたんんんすけど私ななかかそううう研究をろろこうあのまとめてなんか東京 京都の,このコロナサイトの取り組みをちょっと評価したことがあってでなんか先人によると先行研究によるとあのやっぱりまあ行政の側もエンジニア足りないし実はシビックテック団体も意外とエンジニア足りない問題っていうのが起こっていると。 なのでやっぱりそのエンジニアの人関わりやすく口を大きく開いておく必要があるしそれからエンジニアじゃない人もたくさん関わっているプロジェクトの方がうまくいってるっていう評価があるようなのであのすごく間口広くしておく必要がある、まあ、東京都の時もまさにそうだったと思うんですよね。ね とか、あと、その入れ替わりもちゃんとまあ認めてあげる。やっぱりボランタリーに参加している人が多いわけですから、入れ替わっても動くようにしていくとかですね。要すいくつかのコツがあるんですよね。だから、そういうのをちゃんとあのこう派生プロジェクトの皆さんも含めてですね。共有して次に備えられたらいいんじゃないかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。それでは宮坂さんお願いいたします。はい、ありがとうございます。あのー まあ今後の官民競争をどうするかって、まあ、さっき第3の道みたいなものを作りたいって話をしましたけどその最近すごく思ってることをちょっと皆さんシェアしておくとやっっぱりガブテック業界と作りたいと思ってるんですよねでそれはあの、まあ、業界団体を作るとかそういうあれじゃないで変な意味での業界団体じゃないんですけど自動車業界とか航空機産業業界とかあるじゃないですか。こう だからまずやっぱり大前提としてガ,ガブティック業界っていうのはその行政側と民間が両方まあアカデミアもそうかもしれませんね。そう大学、ね、アカデミアも足りないんですよ。はい。小泉、ね、先生みたいな人が10人ぐらいないといけないと思うんですけど、まあアカデミアも含めてこうパブリックセクターのデジタルに関わる人の数。 才能の数を増やして決定的に大事だと思うんですよ。まあ、それが足りなさすぎるのが最大の問題で、今都庁側の方で一生懸命採用していろんな人を取れてるんです、取り始めてるんですけど、一方で結局最後こう発注お願いしたりとかシビックテックの皆さんと一緒に競争するときにそちら側も人がいないといけないですよね。だからそもそもこのパブリックセクターでデジタルの仕事をするっていうのをこう官も民も それからアカデミアの世界もそこに入ってくる人の数を増やすっていうのがまず大前提でこれはみんなでやるべきだと思うんですよ人の取り合いとかその競争とかすぐ自治体はなんとかモデルとか言って自慢したくなるんですけど <laughs> <laughs>、まあ、そういうことを言わずにまずはあの日本モデルをやりましょうよとで日本全体のガブテック業界をちゃんと作ってそこの才能の量を10年で5倍ぐらいの使用性みたいな感じでやったり民間企業の中でもね s i 屋さんの中でもパブリックセクターの仕事やってるのは一番こうかっこいい仕事だとかね。 主席コースだみたいな感じしないとですねやっぱりいくらあの行政側でデジタル人材をいっぱい入れたって一緒になって作るわけじゃないですかこうだからそ,こそういう意味ではやっぱりこのガブテック業界をどうやって作っていくのかっていうのはもう一番大きなテーマでこういったイベントなんかもしながらですねこの業界で働く面白さっていうのをどんどん伝えていきたいなと思ってますねはい はいありがとうございますいいですねこの業界団体をこうガブテックの分野に作,作っていこうということで今日はあのご参加の皆さんもたくさんいらっしゃいますし<あ><の>まさに皆さんも業界のメンバーの一部ですねもう皆さんも参加いただくという感じでどんどんぜひ、はい、なんかあの、はい、要望もあればですねご参加いただける方はちょっと拍手を <laughs> はいぜひぜひはい <laughs> はい拍手でご賛同ください。はい はい、それではありがとうございました。あの今回はですね、対策サイトのいろいろなプロジェクトこれをきっかけにあの今後どのようなカミングストできるかというところですね、あの4名の皆様に非常に大切なヒントをいただいたと思います。はい、あのこれからですね、またあのより良いこの 災害の対策もそうですし、これからの、まあ、東,東京だけでなく、こう日本全国さまざまな各地の活動。より良い、こう社会を作っていくというところに、今回の本当に危険が生きてきそう。まあ、あと、いろいろなこうリソースがまた使えそうというところですね。すごく私も希望が持てました。はい、それでは、あの、改めて、東南アジの皆様に拍手を送りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。 それではですね今からクロージングに入っていいいきたいと思いますそれではまず早速ですけれども先ほどもご登壇いただいていました宮坂さんからですねご、えっとご挨拶いただきたいと思いますのでよろししくお願いいたします今日はあのさん、まあ、こちらに、ね、来ていただいて皆さんそしてオンラインで参加されている方して残念ながらちょっとオンラインではねあのオンラインでも参加できなかった方本当にたくさんいらっしゃると思います。 まあこの長きに渡ってですね対策サイトっていう一つのこうプロダクトをですね支えてくださって本当にありがとうございますまずそのお礼をしたいと思います本当にありがとうございますあとはあのコロナでねあの関わったすべての方があってのもやっぱこのサービスだったと思います。 保健所の方とかですね医療関係者の方とか本当に皆さんが働いてそこからデータが生まれてサイトができたということでやっぱこの世の中の広がりみたいなものも自分が仕事をしながら本当に感じるきっかけになったプロダクトでしたで先ほどあのガブテック東京 t っていうのもこうできてなんとかそのこういった、まあ、共同化する取り組みですよね、まあ、オープンソースって一番わかりやすい共同化の取り組みだと思うんですけど共同化する取り組みをですねもっともっと数を増やしたいなと思っています。 例えば今区市町村の人たちと一生懸命話をしているんですけど、まあ、いろんなプロダクトを共同利用したいっていう声結構多いんですよこうでもそういったものを一、まあ、つは商用利用で調達して共同調達してコスト下げでみんなで使うっいうのも一つの手ですけど一方でガーボティク東京地震とかで皆さんと一緒になってプロダクトを作って自分たちでソースコードを作り上げてそれを公開して、まあ、62と言わずに1740使いましょうよと <laughs> いう一つの実はきっかけが。 これだだったんだなっっっってててちょっと今日聞きながら改めて原点回帰うう思ので商用利用のものをこうあのボリュームディスカウントであのどん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 調達してあの共同化するっても一つの手ですしもう一つの道としては皆さんたちと一緒になってプロダクトを作ってその行動をみんなで公開してみんなで使っていくと、まあ、こういった動きもですね今までの都庁の中だけだとちょっとなかなかあの難しいところもあったんですけどカブティック東京ができたことによってひょっとしたらそういう役割も果たせるんではないのかなと思いました。 まあ名前としてはあのガブテック東京 o k 東京ってついてますけど心として g a v t e c h j a p a のつもりでやらないといけないんだなというふうにまあ本当に改めて思ったんですよちょっとあの宣伝じみなことをまた改めて書きますけどねあの今あのメンバーを募集していて、まあ、プロマネとかエンジニアとか広報とかもう本当にありとあらゆる職種であの今募集をしているところですで特にあの会社そのもの組織そのものを作らないといけないんであの行政僕もいろんな会社を作ったり経営したこともあるんですけどやっぱりこう行政 と民間の間のにこうブリッジするる組織作るって結構苦労も多くてあの本当にエンジニアだけじゃなくてですねあの管理系の人とかですねそういったものもぜひやってみたいなっていう人がいたらぜひ来てほしいなと思いました。で官民競争やるときにあのよくこんなイメージを頭の中で描くんですけどもちろんサッカー好きなんでねサッカーのイメージとかよく思い浮かぶんですけどこう、まあ、フォワードのようなまあ 各局のの行政の人がいて技術者に当たるのがディフェンダーでやっぱり真ん中にミッドフィルダーみたいな人がいてです、ね、上手にこう翻訳してあげないとうまくいかないっていうのはすごいこの4年4年間僕ちょうど都庁でやったんですけど学びなんですよね。だから僕みたいな民間から来た技術の得意な人が現場にフラッと行ってこうやりましたほぼうまくいかないですよこうお互いに話が分かんないんで <laughs> うまくいく時ってやっぱ間に両方分かる人がいるとすごくうまくいくんですよね。 やっぱこうミッドフィールダーすごい大事だなと思っていてそのミッドフィールダーみたいな役割をこうガブテック東京とか東京都庁のデジタルサービス業界やろうと思ってますなのでぜひ g、まあ、ガブテック東京でもいいし他のあのパブリックセクターデジタル庁とか皆さんのふるさとの屈市町村でも全然いいんですけどぜひあのパブリックセクターの中で、えー、デジタルの仕事をやってみたいとさっきねガブテック業界を盛り上げたいって話をしましたけどねぜひそこにやりたいっていう人をですね私は1人でも増やしたい と思っていますであのちょっとなかなか都庁の公務員は奥ゆかしいんではないんですけど僕は中に入っててでもやっぱほんと公務員っていうのは結構誇り高い仕事なんですよあのた叩かれることが多すぎてちょっと中で麻痺してるんですけど、ね、みんなねアスキー肘パッて座ってますけどね結構多分まひしてるんですけどまあ僕は両方見てるんで本当に誇り高い仕事やってるなと思うんですよね。だからすごいこうコロナのような時とか大災害はよく思うのがねキエフとか今空襲受けるじゃないですか。 であそこでちゃんとインターネットつながったりとかちゃんと都市機能維持しているわけですからあ結構公務員頑張ってるなと思うんですよキエ市役所の人って今どういう気持ちで仕事してるなだと思ったりとかねさっき大災害の話もらましたけど大災害の時って皆さん多分避難しますけど僕ら多分避難できないんですよね。 むしろ都庁に来ないといけないんで都庁に来てやるんでまあそういったあのちょっと過酷さもある一方であの本当に誇り高い仕事だと思いますのでぜひこの黎明期のガブテック東京なびにあの都庁でもいいですし他のパブリックセクターでもいいんですけどぜひこの中で自分もやってみたい,って,みたいって人がいればですね明日でもいいですし3年後でも5年後でもいいんですけどぜひ心の中に選択肢の1つとしてぜひ入れてほしいなと思いましたちょっと長々と話しましたけどそんな気持ちで今日はずっと聞いておりました本当に皆さんありがとうございました。 はいありがとうございますあのまあこのイベントですけどもともときっかけはやっぱサイトを閉じる時になってなんかあの コントリビューターの皆さんにぜひこう感謝をしたいなということできっかけでえ始、ま、あのこの企画が始まってであの結果的にはこんな素敵な場でですねあのしかもこうすごくいい振り返りもできて本当に皆様に感謝しておりますこの中にも多分コントリビューターというか実際 GitHub コミットしたよとか翻訳手伝ったよっていう人がいるんじゃないかなと思うんですけど手を挙げてみていただけますかあありがとうございます いいまますすねありがとうございます本当皆さんでできたことなのであくまで我々場を用意しただけだと思っています。でやっぱオープンソースこあの途中の話もあったようにやっぱコミュニティがなないいと成立しないんですよねだからやっぱそういう,こ,う,こ,うこれをきっかけに興味を持ってちょっと手を動かそうとか、えー、なんか意見言ってみようとかいう人が一人でも増えればあの嬉しいなと思いますしなんかあの今回や,やれてよかったのはこうアジャイル とかの開発っってて必ずレトロスペクティブってやるんですよねこうプロジェクトのあるタイミング節目で何が良かったんだっけとか次もっと、ね、どういうこと改善ができたんだっけみたいなあのできるんだっけみたいなことをやるんですけどまさに今日この場がそんな感じの場になりましたしでそれここを見てくれた人の中であの次からこういうことやろうとか思ってくれた人が増えてたらすごくこ,うこのオープンソースである価値がさらに高まったんじゃないかなというふうに思っています。で あのさっき IPA の平本さんと話してたんですけどやっぱ世界に比べるとやっぱりこのオープンソース戦略とか、えー、まだまだ弱いですし今世界ではそのデジタル公共財っていう言い方でオープンソースとかオープンデータとかあとオープンな AI モデルとかそういったものをちゃんと支える仕組みが必要だしそれがあることで SDGs に近づくんだみたいなレベルで話をしているのでなんかこれをきっかけになんかそういう高いレベルでなんかもっとこういう社会になったらいいよねっていうのがもうより具体的になっていくとすごいすね。 すごい嬉しいなというふうに思っています。これからもぜひ一緒にやれればと思っておりますんで。さて、はい、ガブテック協会、盛り上げていきましょう。はい、よろしくお願いします。ます <laughs> それではですね、あの11月25日にこの訪茶番サミットを開催いたします。えっとシビックテックのですね、あの。 興味ある方々がですね国内だけじゃなくて海外台湾とかからもですね集まりますのでぜひ皆さんもですねこちらベース Q で開催いたしますのでご参加くださいというところですで、あと最後にですねアンケートをお答えいただきたいと思いますあの会場の皆さんはですね今スマホを取り出して QR コードを読み取るということであのここのスペースで,です、ね、あの今後もこういったイベント GTT さんの方うガブテック東京さんの方でやっていきたいということもありますのでぜひ、ね、今日のご感想もそうですしあのこういうイベントだったらぜひ参加したいなということもです、ね、積極的にアンケートに書いていただいてまた次回以降につな、ね、げていきたいと思いますのでぜひよろしくお願いいたします。 はいといととうことで3時間の長きにわたりましたが、えっと、本当に最後ということになりますので最後、ですねあのあのお三方も、はい、えっと入っていただき天神さんにです、ね、最後ご挨拶をいただきまして本日のイベントを終了したいと思います天神さんよろししくお願いします。はい えと本日はもう3時間長丁場あなのにこう1人もかけることなく、まあ、1人ぐらいかけたことなんかないや本当にあの内容の濃いセッションばかりで僕自身もですねあの3時間っていう時間をこう忘れてたぐらいでしたでこの回のきっかけは本当あの対策サイト立ち上げてこうメンバーが集まった時にクロージングする時に打ち上げやろうよっていう軽い気持ちでこう言ったものがですね このなんか壮大な豪華メンバーの場のクロージングになったということであのまあ本当に対作サイトを支えていただいた方に本当に感謝したいと思いますま。 あの技術者としてはこういう場に入れたっていうのは本当に幸せなので、まあ、先ほどの宮坂さんからこう話ありましたけどあのそういうキャリアパスもあると思いますあの実際、僕はそういう道を歩んできました本当にいい機会だったと思いますなので、えー、この対策サイトいろんな形で活かしていただければなと。 でセッションの話一つ二つでもなんか心に残ったことをです、ね、こう持ち帰っていただけるとこの場が企画してよかったなと思いますぜひぜひ、えー、よろしくお願いします本日のご清聴いただき誠にありがとうございましたで最後にです、ね、あの本当に三年間戦った戦友です <laughs> 加えてですねこの,この場をセッティングしたのをもうオンライン配信ばっちりということで朝10時から詰めてですねこうカメラマンやってるたりとかこの。 セッティングしたりしてい方で加えてですねあの、まあ、僕はデータに直接関わっていたのであの都庁内で、まあ、さっきあの直接関わってきた人18人って出てましたけどこのデータを整備するのですね実はもう数百名ぐらい間接的には関わってるんです、だからその人方に対してですねもう熱い拍手で,です、ね、この場を締めたいと思います。本当に今日はありがとうございました